たまたま下ですね、あの職業銀行はで、そういう講義があります。で、その一つとして今日はやっていただきます。で、午前中です。で、講師は、はるばる、九州の福岡から、あの、茅野克美さんに来ていただきました。で、茅野さん、あの、連合赤軍ですか？赤軍なんですか？あの、若い人ちゃんと思うけど、その赤軍派のような人が、本を書いて講演をして回ってるような人なんですが、まあ、あの見るからにね、あの素敵な人ですが、いかついですが、話の内容は非常に面白いです。もうダメサラリーマンで、あのいろいろな仕事も数々失敗されて、で人生が逆転できるということで、あの今世界一周したり本を書いたり講演を年間100以上したりして回っていらっしゃる、とても素晴らしい話の内容です。で、昨年の12月にもね、あの東の巫女の講師があった時にやりました。もう大受けでした。で、ですので皆さん、ちょっと今日狭いですけども楽しみにして2時間半ぐらい聞いてください。ではよろしくお願いします。では神様お願いします。はい、はい、じゃあ皆さん拍手を向けられてください。じゃあどうもおはようございます。茅野克美と申します。茅野っていう字はですね、まあどうでもいいけど、こんな字見たことある人、これ見たことあるって人います。紀元に100なんですよ。え、なんで茅森さん。あーなるほどね。そうそう、まあ一応ね、こうワープロで茅って打つとですね、茅って打つとガーッとこう出てきてですね、あーで一番最後にあるんですよ、茅。まあまあこの辺ですかね。まあまあそう、どうでもいいですけどね。先祖はですね、岡山県の総社市っていうところがありましてね、そこにこの茅野一族がぐわーってなんかたくさん、まあ、いて、で、じいさんの代で福岡に出てきましてですね、で、私はまあ孫の代で福岡生まれで福岡育ちなんですけども、あ、そうですね、高校まで福岡にいて、それから、大学で京都に行ってですね、京都の立命館大学っていうですね、当時あの共産党が経営しました、立命館大学っていうのはですね、ですからあの、まあ、高校時代に私親父がもう死んでたんですよ。ですから一応この母子家庭だったんで、なんとなく子供心のですね、国立行けないけども私立行くんだったらやっぱり安いところに行かないと、やっぱね親に申し訳ないと思ってですね、で一番いろいろ調べたら当時神奈川大学っていうのと立命館大学っていうのが一番授業料が私立安かったんです。でなんで立命館が授業料が安かったか、まあ後から分かったけど、日本共産党の共産党員が学長だったんですね。まあ要は共産党って言ったらですね、こう悪く思う人もたくさんいますけど、あれはそのね、こう貧乏なプロレタリアートっていうか、そのまあ労働者をですね助けるっていうね、まあ、共産党とかなんかいいことばっかり言ってるでしょ、ね、あのまあ意外に弱者っていうかですね、貧乏人とかそういった人を助けるみたいなですね。そう、今共産党って言ったらね、北朝鮮とかあんなイメージがあったりしますけどね。あのまあまあそんな感じで、あの働く、そうですね、勤労学生とか、うん、そう貧しい人向けの大学だったんですよ、立命館大学当時はですね、だから、まあな、まあ、偏差値もそんな低くない50ぐらいでした、私が入った時ですね。まあその後は就職して、なんですかね、そう就職はね良かったんですよ、ヤマハ発動機、やったぞ。私はね、人生の価値観っていうのは、親父はですね、一応銀行マンでした。銀行マンで30代で実はですね、取締役になったんですよ、福岡総合銀行っていうんですよね、今も西日本支銀行ってなってましたから。で、ですけど44歳である時、あって言ってですね、朝起きてこなくて目だけキョロキョロしてて、脅しようかなって、かっちゃん行きなさいってね、ママから言われて、まあ私あのママパパなんでですね、あの一応あのブルジュアだったんですねパパママなんですよ、ずっとあのパパがなんかおかしいけどね、あのちゃんと息はしてるし、ちょっとなんかね、今起き上がらないだけだから学校行ってきなさいで行って、帰ってきて、まあ、2週間後にも死んでましてね、脳溢血ですね。おお、44歳、今考えたらめちゃくちゃ若いですね。いや私今52ですけどね。でまあ亡くなったんですけど、うん、ですから親父はですね、神戸大学って言ってたんですよ、昭和6年生まれで、で銀行員で39歳で取締役、もう絵に描いたようなエリートコースですよね。まあ死にましたけどね、まあ、死んだらまあはっきりとおしまいですけど、ですけど、でまあ親父も私にそういう道をですね求めていたのはもうよく分かったんですよ。
ですけど私はですね、中学高校勉強できなくて、高校はですね、実は福岡県立城南高校、裏口入学、実は、私試験できませんでした。できなかったけども試験監督が3人寄ってきてですね、まあこんな感じですよ。で休憩時間になって、君が茅野君かって、ね、3、4人寄ってきたんですよ。なんでなんで俺のこと知ってんのみたいなね、でそしたらちょっと寝室で親父とおふくろが、まあ今裏口で金を出して、まあこれでまあ合格した後ですけどね、親父とおふくろが寝室でその賄賂を渡したことをね、また聞いてしまったんですよ。当時ですね、金がなくなったら親父の、スーツのポケットにですね100円玉とか札束が入ってると知ってたんで、定期的にその親父のスーツのところこう行ってですね、こう取るっていうのが私の日課だったんですよね。でも寝室でしたからね、当時もう障子じゃないですか、聞いてしまったんですよ。あ、それでかと、試験全くできなかったら受かったのはそういうことかと。そう、賄賂とか分かんなかったんですよね。でもう明確だったのがその後ですね、もう1学期終わった後、親父が福岡市から北九州市に転勤になったんで、私もじゃあもう転校しようと、転校試験を受けようということで、小倉高校はとても無理と、でその下の下の、小倉西高校っていうのがあったんですね、転校試験を受けようと。でその日受ける前日ですよ、まだ引っ越し中、段ボールだらけのところに いきなり家庭教師で就職来たんですよ。あれ家庭教師かみたいな、まあまあパパかママがね、まあ呼んだんだろうみたいな。で段ボールの上で今でも覚えてるのは数学だけでしたけどね、1枚問題を渡されて、はいやんなさいって、まあやったんです、なんか知らんけど。で翌日ね、転校試験行きました、全く同じ問題なんですよ。みたいな、本当かやった、一応公立ですよ、福岡県立小倉西高校、ってそれはもう満点ですよね。でなぜか国語と英語もなぜかえらい簡単だったんですよ。おかしい、まあまあでもね、多分ね300点中280点とかそんぐらい取ったじゃないですかね。でそれはやっぱね合格ですよ。で担当の先生は若狭先生という人でした。メガネやってですね、こうこうこうでいつもこうこうやってこうみたいなね、こうやる人でしたよね。私の転校試験の成績見て、これはすごい生徒が入ってきたと。うわー、やっぱり福岡市は北九州市に比べるとやっぱ都会ですごいなみたいなこと言っててですね、いや、うんなん知ってましたよとか言おうかなと思ったけど、まあ、いや、まあ言えないですやっぱね。で要はね、あ、若狭先生知らないんだというのは分かりました、で、まあ正式入ったでしょ。正式入って国語算数理科社会のあれがあってですね、で数学の時間になってですね、で座ってこう待ってたんですよ。でそしたら、ね、前からこう入ってきて、おっ勝手に腰が入ってきたって家に来た。要は現役の小倉西高校の先生が多分親父パパかママから金もらって、それで前日の私の家に来て事前に問題を教えたんですよ。なんていう名前やったかな、その先生、江頭、まあまあどうでもいいけど、もう死んでると思うんですね。でそのちょっと後でさ、新聞とか、ね、テレビ見てたら、いわゆるその公務員という人たちは金もらってなんか変なことやっちゃいけないというのになってますよね。賄賂、贈収賄っていうやつですよ。これはもう罪になって、ね、逮捕されてるのをニュースで見たんですよ、高校の時に。みたいな、俺の家やってるじゃんみたいなね、公務員の先生にも金渡して不正をやってる、うわみたいなね、なんか子供心にですね、なんかこれはと思いましたよ、まあですからそれは言えない、ね、ずっと言えないままでしたけどね。まあまあそれはいいとして、でもですね、一応ね、山本さんはこう1982年、まあ今考えたら黄金の80年代バブルが始まってた時代なんですね。ですから偏差値50ぐらいでもですね、まあ一応名前はまあまああるじゃないですか、立命館大学って、ね、一応ね、関関同立とか関西圏では、まあだからかもしれないですけどね、こう一応引っかかりました。あとは受かったのは山一証券と日興証券っていうですね、ここは一応人間だったら誰でも受かるっていう時代でした。証券会社は使い捨て時代ですからね。あと車の販売会社の営業マンとか、ああいったやつはもう誰でも受かったんですよ。で実はここまあ山添を聞いていたらすごいかもしれないですけどね、実はこの時に後から気づいたけども大量採用200人だったんですよ。
で同業他社のホンダ、鈴木川崎のいわゆる現場を守る営業マン、現場を回る営業マンですよ。自転車屋さんとか、バイク屋さんに行って、あこんにちはって言ってね、店頭にもうぜひホンダじゃなくてヤマハのバイクたくさん置いてくださいっていうのがメーカーの営業なんですよね。末端の一番努力さえ営業なんですけども、ヤマハの場合は大卒で200人採用してたんですよ。でホンダ、ヤマ、スズキ、あれは高卒で200人採用してたんですよ。今分かります、ね、ヤマハすごいかもしれんけど、実はまあこうね、言い方良くないかもしれないですね、同業他社の高卒と同じ扱いで採用されたんです。あ、それでかと。ああ、そんな普通ちょっと受からないのに、これ後から分かったんですかね。いや、使い捨て要因だったわけですよ。使い捨て要因、まあ、まあ結論から言うとほとんど今いないですからね。ほとんど残ってないです。もう190何人もいませんけどね。まあでも一応入って、世間的には一部上場会社の、ね、CM もやってる、あのヤマハだみたいなね。当時はね、パッソル、パッソーラ、八千草薫さんがね、なんかでホンダはですね、ラッタッタとか言ってですね、なんかソフィア・ローレンとか、はい、なんかそれ今の CM 覚えてるって言ってた、なんとなく覚えてるって言ってた、覚えてるって言ってた、はい、でもう年齢がね、大体バレますね、50代以上ですけどね、まあでもね、個人的にはですね、一応まあまあちょっとは名のある大学に出て、で超有名企業、一応ね、仕事はもう末端の泥臭い仕事だったけど、あ、俺も人生勝ったと思いますね。やっぱね、人生の成功は親父を見ててですね、有名大学、有名会社に就職してそこで出世する、これが人生の 勝利者だっていう、私ずっと思ってましたからね。やったぞ、俺もなんとか潜り込んだと。でですね、そういうこうね、なんか変な採用の時代でしたから、実は200人中ですね、大学のどこ大学出てるかって分かるでしょ。でね、その200人中の偏差値をずっと計算していったんですよ。なんと計算していったらですね、当時の共産党の、偏差値が低い立命館だったけども、なんと200人中ですね、50番ぐらいだったんですよ、偏差値が。上から数えて、やった、勝ったなと。ね、その下はね、なんかね、例えばね、日本体育大学とかね、あ、体育すごいけど頭がないやつだとかね、あとなんかようわからんだねって、今世の中ね、昔から山ほどあるじゃないですか。うわ、勝ったと思ってですね、だから、あ、部長はいけると思ったんですよ、ね、偏差値で、出身大学と会社の格、あとは会社の中の大学の偏差値で、この順番決まるって私思ってましたんでね、思ってましたから、本当あ、勝てるなと思ったんですよ、でところが現場回るでしょ、営業活動回るでしょ。でまあ回ってですね、だから前バイクや自転車のね、親父、まあ大体中卒高卒か、でたまにそのなんか早稲田出身とか言っても、大体もう狂った早稲田ですよね、暴走族とか、過激化をやってて、だいぶ中退とかですね、あ、なんだこいつらバカばっかりだなと思ってですね、俺一応大学出てるしみたいなね、勝てると思ったんですよ。まあ私はですね、ただ京都にいますけどね、例えばで同志社大学の人間にこう会うとですね、やっぱり偏差値が5か7上なんです、向こうがね。ですから、同志社、ああどうもこんにちはで龍谷大学、偏差値がね3ぐらい買ってたんで、おうとかですね、おうって、ね、で京都大学っていうのは来たらですね、ああどうもこんにちはどうもですね、まあそういう人間でした、本当、で今でも残ってるでしょ、そういう習慣ってね。だから京都だったらですね、結婚するなら兄弟、恋人は同志社、立命館は用心棒とね、感じしてね、こうまあまあそういった差別がね、まあ昔からありますけど、まあその後ね、まあ、バブル崩壊があって、まあそれはもう一気にねなくなってきてね、まあ個人的にはざまあ見上がると思いますがね、エリート系がもうどんどんダメになっていったんで、ですけどまあそんな感じでやっててですね、ただですね、まあバイクが営業でもあるでしょ、で心の中ではこの中卒高卒がという気持ちですよ。でもちろんそれを出さずにね、あどうもこんにちはみたいなね感じで、でも心の中ではバカがこの中卒元高卒のバカがみたいなね、俺一部上場の社員だい、お前んとこ来てやってるだけでありがたいと思うかこのバカがみたいなね、実は思って営業してたんです、でね、まあね、こんな後からもう分かりましたけどね、こんな気持ちがあると、そらね、今ね、今というかその相手は百戦錬磨の
ね、バイク屋の親父とかですからね、実はね、学歴とは関係なしで人間ってすぐもう見えるんですね。見えますよね、そういう価値観で接してくる人間っていうのは。だからね、もう今考えたら分かるけど完璧に見透かされてました。だから全く売れないんですよ、買ってくれないんですよ。で、なんなライバルのそのホンダだ鈴木の高卒の変ないかにも頭がないようなやつらの方がどんどん、ね、バイク屋から、ね、買ってもらっててですね、なおかつ同期のですね、そのなんかわからないそのなんか日本なんとかかんとか、ね、山岳なんか返品大学とかですね、よう分からん大学のやつらの方がガンガン売るわけですよ。で、私売れないんですよ。おかしいと、偏差値俺まあまあいいのになんで売れないんだろう、おかしいおかしいと思ってですね。で、結局もう、まあ、結論から言うとですね、もう半年でノイローゼになって寮に こもってですね、出れなくなって、今でいう鬱ですよ。うつの先駆者です、私だいぶ早い。ちょっとここで笑ってほしいんですけど、ね、で本当にいわゆる引きこもり状態になりました。なくてもう本当ね、最初10月に辞表出した。そしたら渡辺所長が多摩営業所でしたよね、東京の。バカ野郎って最初言われましたね。何を出すんだバカがみたいなね、まあ要はね、そのね、やっぱ新入社員受け入れて1年以内で辞めさせるっていうのは管理職として失格でしょ。失格ってことなんで、まあそこで渡辺所長もえらい怒ってますけど、まあでもやっぱダメでね、12月にもう一度辞表出して、もうそれはもう素直に、まあ、受け取られて、まあ、入った会社、ね、せっかくの一部上場会社、9ヶ月で農場税退社です。これね、もうね、衝撃でした。自分にしてはもうね、人生終わったと思いましたよ。なんか転職とか言うと考えたことなかったし、そのね、例えば今日皆さんいるかもしれない失業するとかね、そんなのもう辞書になかったですからね。いやみたいな、まず会社辞めるっていうことがもう考えられなかったんですよね。それが自分がなってしまったみたいな、それも最悪な形で辞めてしまったみたいな。でまあしょうがない、でも東京行ったけどね、それはママに言えないでしょ。言えませんよ。あと福岡の、ね、同級生とかあいつらにも、天下の山田貴様と、お前はなんか福岡のなんかようわからんね、明太子のせいぜい200億の会社じゃないか、このバカが。こっちは1兆円以上の会社のエリートサラリーマンだよと、ぐわーって言って東京出てきましたからね。実はダメになって帰ってきましたと、言えるはずないですからね。だから福岡には帰れない。でそのまま辞めた後も東京で下宿して風呂なし、阿佐ヶ谷のですね小さいところを下宿して、まあでもいろいろ思ったのはですね、その買ってくださいって営業活動がねできなかったんですね。できない、お願いします、できない。あ、私はね、利益を追求するようなことはやっぱりできないんだと、ね、やっぱ共産党の大学出身でしたからね、マルクスっていう、まあどうでもいいんですけど、要はそのね、資本主義じゃないんだ、みんな平等で、なんだ、もう全ては国が、ね、公平に国民を助けるっていうのはこれ一応共産党みたいなイメージでしたから、ああやっぱ俺は共産党の影響を受けてるから利益追求をして儲けるとかいうのは俺はできないんだと実は思いましたね。でじゃあ公務員だろうと思いまして、公務員は、公務員といってもですね、まあ一応もうね、中東というかあれですけど、まあいろいろ調べてですね、あ、そうだ、警察官になろうと思いましてね。私一応大学時代その少林寺拳法をやってましたから、あ、松田優作になろうと思いましてね、当時まあ大変なオイルも大好きだったんで、まあ優作あれだと。で今日警察官の参考書買ってきて、まあでも金ないからバイトしないといけない。で当時週刊就職情報っていうのがありましてね、ビーイング、今のまあネットのリクナビ、なんかタウンワークとかそういったやつですよ。あれをこうパラパラ見てたら、日本リクルートセンター、アルバイト募集っていうのを、なんやこれやした。そしたらなんかね、大学生向けに、いろんな会社の広告が載った雑誌をね、段ボールに詰めてバンと、まあ大学生に下宿に送ってたの。うちの私の下宿にも来てましたよね。そういうなんかリクルートブックとかなんか聞いたこと見たことあるっていう人なんかね、今みたいにネットじゃなくて昔はですね、そういったもう、いやあれは実はね、チラシ広告の集合体でしたよね、会社のね、まあ求人誌っていうのも実はあれ全部広告ですよね。あれを集めた辞書みたいなのを大学生の下宿にバッと送ってたのがリクルート社だったんですよ。でまあ私の下宿ではですね、もう上場会社以外行かないってみんな言ってましたから、あれが来たらみんな捨ててました。段ボール、あ、また来たぜあの変なのが、ガンガンガン捨ててたんですよ。だから私のイメージは最初リクルートって見た時に、あのゴミを送ってくる会社かと、段ボール送ってくる会社やなと、そんなイメージだったんですよ実は。
まあでもね、なんか価値がない会社やなと、まあでもバイトだからいいかみたいなで受けました。でやったらまあ一応受かりましたね。バイトですからね、受かりましたね。さあバイトだと、で出社しました。そしたらいきなり名刺渡されてですね、新橋でしたからね、はい、カイノ君今日から飛び込み営業してこいって。なんすかそれみたいな、飛び込み営業ってなんすか。いやあのこのね、ビーイング就職情報のこのね1ページ35万円なんだから、これをね人が欲しいという会社探してきて売ってこいよって。えなんすかこれ、聞いてないって。いやなんてなんか原稿企画って書いてたじゃないですか。原稿企画ってのは営業ってことなんだみたいな。いやそう、詐欺的募集ですよね。よくあるね、あの今でも。だから気をつけてくださいね。気をつけてっていうか、私はだから営業がね、私一番いい仕事だと思って、そこに、まあそこで気づいたんですけどね。あまあそれでですね、名刺まあまあよくわからんなと、まあ、簡単なんだよと。今ね、朝日新聞読売新聞出してる求人広告の会社に出してるところ行って、あとは職案に出してるところ行ってね、新聞じゃ職案じゃね、なかなかたくさん来ないでしょうと。今はねこういったのもマガジン週刊誌形式の求人誌のね、こういうのが若い人に受けてんですよとね。ハローワークとか読売新聞に求人広告出しても無駄ですよと。無駄っていうかね、足りないでしょうと、なかなかと。やっぱ今こういった、ね、大きいスペースでね、いろいろああだこうだ、うちは素晴らしい、安心して、ね、もう優しい会社ですね、嘘をたくさん書いた方が来るんですよ人は、みたいなね。ちょっともうちょっと笑ってほしいですけど。でそういう提案営業を飛び込みして、こんにちは社長、人事部長お願いしますって言って、そういった提案をしていく、まあ飛び込み営業だったんですけどね。秋葉原ガンガン飛び込んでいって、うわできるはずないと。で前のヤマハの時みたいに、でバイク屋さんがもう決まってるんですよ。 A バイク C B D って決まってるところに定期的に顔出してこんにちはって、ね、バカ話やって、で定期的に仕入れてもらう。これはルートセールスってやつですよね。もう売り先決まってるんですよ。そこ行ってこんにちはと、ね、雑談やったりこうお願いして、ちゃちゃん頼むよ仕入れてよみたいなね。まあまあある意味では楽ですよね。もう売り先決まってるんですよ。であとは人間関係やるとこう定期的にね、まあ販売店としてはそれはメーカーから仕入れるしかないですから、バイクなんて4社しかないですからね、まあ楽だと。どこがリクルート行ったらですね、その新規開拓これはねないんですよ。ない、えどうやって探すの、いうビルとか商店に飛び込んで探してこいみたいな、カーみたいな、難しいでしょこっちの方が。俺はあの簡単なルートセールスだけでもできなかったらね、できるはずないと思ったんですね。だけどこれがねバイトだったから良かったっていうわけですね。まあバイトだしたいいかと、まあダメだったら辞めればいいったいみたいな感覚、これが良かったですね私にとってはね。で飛び込んで行ったんですよ、こう、あこんにちはって言ったら、ね、いらないよと、あ腹巻きで来て、読売新聞で来て、あそうかみたいなね、あのじゃあまあいいやと、あねね来た、まあいらないんだから、あじゃあそうだどうも私はみたいなね、あいるっていうところ探せばいいんだと、単純にですね。でね100件ぐらい回ってると1件ぐらいね、あちょうどいいとこ来た、いやハローワーク出してるとねなかなかね、あの会う人いないんだよと、じゃあ分からなくて、じゃあ試してみようかとかね、あハローワークもやった、読売新聞出してるとねなんかね来ないんだよなと、わあからん、じゃあもう3回目でお前のリクルートの出してみようかとか、これね分かった、もう何でもそうなんですね、確率なんです。これ数をとにかくね100件ぐらい当たると、であと名刺と資料とパンフレット、まあ、何も考えずに100件くらい行くとね1件注文取れるって分かってきたんですよ。これ他の営業でも大体そうですよ、何かやってね、いやダメですという人はね大体ねあの10件くらいしか回ってないんですよ。そら母数が少なすぎるよと、何でもねある程度一定以上やらないとそら当たりが出ないですからね、っていうのはこう、まあ、量をこなすっていうのをねこの会社で覚えましてね。あとはねそのいらないっていう人に無理やり売る必要ないと、欲しいという人を見つければいいったいと、ね、欲しいという人見つけたら、そうありがとうよかったちょうどよかったよとかね、ありがとう感謝も言われるしですね。私これでねなんかこう2社同じ営業の仕事だったけど、例えばこういったルートセールスと新開拓、あもう全然違うと。あとはですよ、またこれいろいろあるんですよ、ルートセールスだけで相手はねその個人の場合とか法人の場合とか、あとはね個人でもその男相手とかですね女相手とか、これそれぞれ向き不向きがあるんですよ。では同じく新開拓でも個人、例えば生命保険の営業みたいな個人を相手にする、まあ、もしくはまあ生命保険でもそのねほら職域周りのね法人相手とか、 あとは会社相手とか個人相手とか男女とかですね、そうそう、だからね
同じ営業でもね、いろいろあるってのは分かったんですよ。で、私の場合は実はですね、ルートセールスが向いてなかったです。向いてなかった。私はね、新規開拓の方が向いてたんですよ。放浪者タイプというかですね、虎さんタイプというか、まあ、好きにやってくれ、まあ、どこでも行っていいぞ、好きにやれみたいな方が私はね、あったんですよ。ありましたね。これはね、結構大発見でしたね。うん。ですからあれですよ、皆さんもこうなんか一つ二つやってこう、ああ、ない、ダメだなと。でもそれはね、たまたま会ってないだけっていうこともあります、ね。そもちろんね、たった1日2日ぐらいで、ああ、ダメだっていうのはね、それはお前がダメだっていうことなんでね、ある程度それはやらんと適性が分かんないですけど、まあまあこれでこうね、リクルート社でやってました。で、まあまあね、実績も上がってきたんです。やったと。で、ところが、2年後ですかね、バイトから契約社員に昇格しました。日給社員に昇格、でですね、正社員試験、次は昇格試験落ちました。残念ながら落とされたんですよ。だから2年半後もう辞めるしかなくて、で、辞めましてね、 IBM の子会社コンピューターシステムリスト入りました。で、ここは正社員でなんとか入りましたけど、まあ、結論から言うと、ここはね、もう山時代以上にもうダメ社員、全くダメでした。これね、ルートセールスだったんですよ。ああ、これね、ちょっと気づかない、まあ忘れてたんですね。忘れてたっていうか、まだちょっと気づいてなかったですね。私はやっぱルートが合わないっていうのが、もう全然ダメでした。でね、この時実はね、まあでも2年半いたんですけどね、そんな社内恋愛で手つけて、婚約もできて、さあもう結婚という1ヶ月前になって、実は仕事で失敗して鬱になって脳上手になって、また同じことですよ。閉じこもって、で、結婚式もキャンセルですよ、みたいな。だから退社、退職、結婚約破棄で、かつ案内状も出したんですよ。だから友人知人にもね、当時もう電話しかなかったんですけど、一人ずつ電話して、田村、実はって。だからもう話す前になんかもう分かるんですね、向こう。いやいや、いいよいいよ、帰ろう。いや、よくあることだとか言いながらね、向こうもなんか震えながらね、気遣ってね、おおみたいな。それが逆にショックでね、うわーって。大恥ですよね、やっぱね。婚約破棄、それも自分の仕事の失敗で、会社辞めての婚約破棄ですからね、最低ですよね、実はね。いやー、でね、仕事を失った、女を失った、で、友人知人を失ったと思ったんで、29歳でしたけどね、何考えるか、やっぱね、自殺考えたんですよ。もうダメだと、もう終わったと。それから阪急京都線に行きましてね、もうガンガン、もう電車走ってるとこ、こう踏切見てですね、うわーみたいな、うわーって、どうしようかなと思ったんですよ。まあでもそこでですね、ふとなんかね、自殺でダイヤが乱れたら、場合によっては遺族に損害賠償が来るっていうのをなんかちょっと聞いたことがあったんで、それを思い出したんですよ。あ、これはいかんで、ちょっと諦めて、で、家に戻ってガス栓一応ひねりました。で、シューッと落として、ってあ、これ爆発したら横の人かわいそうだった。とんでもないと。まあ一応まだあったんですね、正常な。あとね、実は薬局行きました。いや、睡眠薬ですよ。睡眠薬実は考えましたね。で、行ってね、睡眠薬って言えないですよね、なんかね。うんとみたいなね、暑いみたいな感じでね、じゃあリポビタンでくださいってね、まあ、買えないですね。なかなか睡眠薬って言えないですね。ああ、言えない、買えないなって。あとは太陽のホイールでよく犯人が道路ガーって走ってる車でこう引かれてね、あーってこう死んでるのがあったんで、あれいいかもしれない、即死で、ガンガン走ってるところを横、ガンガン走ってるところ行きましたね、こうさ、行くぞって飛び込もうと思ったんですよ、何回も。ただ、ね、行くぞって言ってもですね、こう上半身だけで足が動かないでね、行くぞって、まあそれまでは失敗ですね、できない。あとビルの屋上行ったけど、まあ、怖いんですね、高所恐怖症ですからね、やっぱダメで、まあやっぱもう自殺諦めましたね、諦めて。で、まあ、退職して、ね、智子ちゃんとも、智ちゃん、その時は大阪だったんですよね。一応智子ちゃんと私の関係はまだ続いてたんですよ。あなたが立ち直るまで待つわみたいなね。まあそれがね、実はね、私にとっては申し訳ない、やっぱ重荷でしたね。もうこんな地の底まで最低に落ちた男についてくるなよっていうか、なんちゅうか、でも俺の責任やもんなと、この。ね、その離婚じゃないけどね、婚約破棄だけど、この女の一生をもう台無しにしたのは俺たいと。あ、で、大阪でしたよね、当時は。
まあでもね、もう大失態ですから、それは大阪にもおれませんよね。当然博多にもそれは帰れませんよ。んだもんで、そういう人間が行く場所はどこだと思うんですか。そういう人間が、失敗者が行く場所どこに行くでしょう。やっぱ東京なんですよ。やっぱり東京なんですね。東京はでもたくさん人がいますからね。その孤独一人でもこうようわからんですからね。わからんっていうか何やってるかわからん連中がたくさん。さあ大成功を目指す人も東京に行きます。だけど失敗した人も東京に行くんですね。ですからね、新宿のあのテント街とかね、いろいろこうフォームレス街とか見るとですね、もう全然あれ人ごとじゃなかったですね、当時ね。全くもうちょっとなんか気があれしたらもうそっちの世界にテントをやってたでしょうね、多分ね。まあそれで東京行きましてね、まあ結論から言うと、それまでは上場有名会社ばっかりの系列ばっかり、 IBM の子会社でしたよね。で、ヤマリクルート IBM のとオリックスの子会社でしたよね。まあ一応超有名大会社ばっかりだけど、やっぱね、次の4社目いくら履歴書出してもですね、まあその時も大会社ばっかり、まだいけると思ったんですよ。29歳でしたからね。キャノン販売、帝国データバンク、日本経済新聞販売とかね、新聞の販売会社とか、ことごとく上場会社、有名会社、やっぱね、全部ね、ダメでした。まあそれはね、やっぱりね、やっぱ29で4社目かと。それもまあまあの大学出てて、まあまあの有名会社ね、やっぱりプロの人事から見たらこれはおかしいと。どこも3年続いてらんと。まあそれはね、それは私はね、それは面接で、それはね、それは引きこもりでダメ社員で、その鬱になって婚約破棄して自殺未遂してそれで辞めましたとか言うはずないじゃないですか、あんなもん。だけどやっぱね、そんなもんってそのプロから見たら多分ね、そこまでは分かんないけど、あ、こいつはなんか変なことやってるんだと。いや、それはやっぱバレるんですね。バレる。で、もう諦めましたね、大企業は。もうしょうがないと。私の中でですよ、しょうがない。もう中小企業に行くしかないなと。中小企業とかベンチャーとかですね、この辺も学歴、職歴関係ないところ、山ほどありますからね、今でもね。で、まあ行ったんです。それ意外にね、もうすぐ受かりました。これまだね、バブルの最後だったんですよ。というのもありましたけど、ミットっていうですね、これはチラシを宅配する会社、今では全国にたくさんあるんですけどね、日本で初めてですね、チラシを、要は新聞折り込みが3円で新聞折り込みとかするんですよ。例えばそれを2円80銭で折り込みます。折り込むというか2円80銭で主婦が配りますというやつなんですよ。ポスティング会社ね、今でもたくさんやってるでしょ。朝とか 夜中とかでバイトの人があのポストの中にこうね、おそろおそろこう入れてるじゃないですか、あの会社の本部に私入りましたね。だからベンチャーで当時ね、注目されてたんです。もしかしたら新聞とか、要は郵便局に変わって、まだ当時できてなかったんですね。今普通にある、あのいわゆるメール便ってやつですよ。郵便局が80円で配ってるやつを50円で配りますみたいなことも、実はこの会社ね、始めつつあったんですよ。実はだからそういった意味では先駆者だったんですからね。民間郵便局、民間新聞、そのチラシ折り込み屋さんみたいな感じでね。で、主婦の人でした。主婦の末端が主婦のバイトを使ってですね、そういったことをやってたんですけどね、結論から言うとここはね、破産するんですよ。入ってもう2年後くらい破産、私が破産する前に会社が破産しましてね、潰れましてね、うわみたいな、なんだと俺の人生をと。でね、1社目、2社目、3社目、もう4社目、まあ言ってみたら大会社から中小企業まで全部失敗したと、就職で。当時ですね、このまあ潰れる前ですよ、もうね、予兆がしますんでね。で、東京のですね、セミナーとか交流会とか、まあいろんなところに、世間はどうなってんだろうって言うてね、いろんな業種の人とかいろんな職業の人が集まる異業種交流会セミナーというのはまああるんですね。名古屋でもありますよね。探せばたくさんありますよ。まあいろいろ出ました。まあ半分以上はなんか変な、なんか行ったらなんかね、ガンが治る、なんかね、ジュースを売りつけられるとかね、なんか変なあのマルチ商法みたいなやつもたくさんあったり、一発で儲かる株の投資とかですね、まあ詐欺みたいなのが半分以上でしたけども、まあまあまともなやつも結構ありましたね。そこで実はですね、中小零細事業の人も結構たくさんいたんですね。おお、今世間向け社長やなんですか、表向きは。え、社長かこいつがみたいなね。で聞いたら学歴ない、職歴私よりめちゃくちゃみたいな
社長経営者って結構多いんですね。吉田さんもめちゃくちゃですよね。ね、ね、確かね、なんかね、いろいろめちゃくちゃですよね。まあ私もね、まあ、この後も続くんですけど、めちゃくちゃでしょ、私も。ああ、そっか、経営者、自営業、小さい会社の社長とかいうやつは、ろくなやつがいないとは言えない。大したことないんだと。というか、逆に言ったら、学歴、職歴関係なしで、社長ってなれるんだって気づいたんですよ。そうかと。で、私、大企業、中小企業、全部失敗しますけどね、社長になろうと思ったんですよ。あの同級生の鬼塚に勝つには、もう俺、社長になるしかないと。もうダメでしょ、出席予想、もうダメですよ。もうダメ、追いつけない。あ、でも社長になったら、あいつはまだ係長だけど、俺社長で勝った。勝てると思ったんですね。あ、で、ほんとそういう発想なんですよ。そういう発想だったの、当時までは。人と比べていかにどうのこうのっていうね、その基準でやってましたね。で、ね、当時ですね、まあこれ最初の師匠ですかね、小久保さんっていうですね、脱サラ、独立企業コンサルタントっていうのがいたんです。今もいます、東京。ね、その人もですね、今考えると結構よう金出したと思う。2日間でね、多分ね、2万円ぐらい出したんですね。だ今で言ったらどうせね、5万か7万ぐらいするんじゃないですかね。よく出したと思いますよ。まあそんぐらい私も切羽詰まってた、本気だったんでしょうね。2日間の独立企業コースに出まして、運よくですね、参加者が10名の予定が2人しかいなかったんですね。だから先生とマンツーマンですね、やったーって。もうこあれ何でもそうですからね、少ないところがいいですよ。少ないところが、ここはね、多すぎ、早くやめた方がいい。もう少ない教室行った方がいい。マンツーマンで教えてもらえるからですね。まあ行きましてね、まあいろいろこう、これもよくあるパターンなんですけども、じゃあ独立企業あんた何をしますか。でまず最初やること、何やると思います。そういった独立企業学校とか行くとね、やること決まってませんって言った場合に、ワンパターンでやることがあります。はい、じゃあこれをしてみましょう、ね、これを考えてみましょう。はい、何をすると思います。え、挨拶。まあそれもあるかもしれないですけどね、うん、他にどうでしょう。あ、ではね、自分は何に独立企業で何をやればいいかっていうのを見つける作業があるんですよ。作文。え、作文。ああ、作文みたいなやつ、うん、とか、あとはどうですか。大体今でもそうです、同じことしますね。自分が何に向いているか、自分は独立起業するんだったら何をやったらいいのか、まあ、決まってない人がそれを見つけ出す作業があるんですよ。何をやると思います。適性検査。ああ、それはもうあるかもしれないですね、はい、他にどうでしょう。いや、ね、自分の履歴書を書いていくんですよ。ずっとこう生まれてから今まで何をやってたんだろう、これ好きなことは、得意なことは、失敗したことは、ずっとこう履歴書、詳しいことを書いていって、こうやっていって、あ、そうか、私はこれならできるっていうね。もう大体ね、答えは自分の過去にしかない、大体。まあこれは20代、30代前半とか、うん、そうですね、20代ぐらいまでだったらですね、まだ経験がないから、いくらでも新しいことやってもいいんですよ、いい。ですからね、30、まあ30っていうか、40以降はですね、40以降は自分は何ができるだろうと。いうのはですね、大体ね、なんかないかなじゃなくて、大体足元を見ろって言いますね、みんな。要はもう40過ぎたら、今までの人生の中に仕事の種っていうか、自分の天命、使命は大体ね、それまでにあります。あるっていうかですね、それまでの中の、ことをメインにしないと勝てないですね。全く未経験なことを一からやろうとしてもですよ、例えば50歳で全くやったことない、なんですかね、ホカベン屋をしますと。だけどもう暴走族の18歳の頃から20年やってるホカベン屋さんとか山ほどいますよね、いますよ、うん、だからそんな人に勝てないでしょ、勝てないんですよ、うん、だからそういう意味では、ね、私みたいにもう転職バラバラでもですよ、過去なんか一応経験があるで、ちょっとはなんかできたかなみたいなようなものをもっと深く掘り下げてやるみたいなのが、これ大体こういうふうになるんですね、大体はね。あとは仕事じゃなくても、なんか分からないけど趣味でなんかずっとこうね、例えばもうオタクでずっとパソコンやってましたとかね、これ仕事じゃなかったけどなんか好きなんだよなとかね、いう場合はその趣味が仕事になる可能性も十分ありますね、十分あります。まあそういう作業をしましてね、
それまでの、33年間の人生、33、4歳だったかな、振り返ってみて出てきたのがですね、無料転職相談業、無料転職相談業、これ出てきたんですよ。わあ、これだと。要は俺はバイトだったけどリクルートという会社にもういたのに、その後の転職も失敗してるでしょ。まあ言ってみたらプロ側ですよ、ね、職業探し職業選びのプロ側にいたのに、それそんな自分でも分かんない、何に向いてるかがダメだったということは、一般の人はもっと分かるんだろうと、自分がどんな仕事に向いてるかって多分分かんないよねってなって見てるのはね、そのハローワークもまあそれに近いけど、ね、他の求人誌あれもそれもう嘘ばっかり書いてるじゃないですか。嘘っていうか嘘じゃないけど、その本当のね真実は書けないでしょ。でいやもういつも明るく元気でやってる、嘘つけ喧嘩ばっかりでなんか冷たい会社やないかみたいなね。でうちは社長は性格悪くて実は厳しくて残業代も絶対払わないケチな会社なんですよ。そんな求人広告出すわけないでしょ。でまあいくらばっかり歯の浮いたようなのばっかりだから、それは余計分かんないですよね。分かんない転職者も分かんないですね。分からない。そこをその転職者と一緒にですね、私が探偵のようになって、ここを受けたいと思います。そうですか、分かりました。じゃあ私が掃除婦のふりしてね、その会社朝早く行ってね、こう勝手口から入って、会社の中が本当はどうなってるかね調べてきますよみたいなね。その上でいやあそこはねやっぱひどい会社でしょ、やめてきなさいって。この会社もあここもね半分ひどいひどいけどね、これねなかなか社長がねなんか面白いよと。だいたい中小零細社長の性格力でもう決まるから、性格悪いけどなんかすごい技術持ってるから、場合によってはここ入った方がいいんじゃないのとかね。例えばねこういう求人広告出ないような情報を一緒に私が調べて、就職転職活動をやって、ねいうことをですねやろうと。だけどそれじゃあね、お金じゃあどうするのと、俺はどうやって生きていくんだと。そしたらリクルートの私のいた関連横の会社がですね、リクルートエージェンシー、今でいうですね、当時リクルート人材センター、いわゆる民間の人材銀行部門がありましてね、ここはですね何やってるかといったら、相談者たくさん登録してカウンセラーが出てきて相談を受けて、でリクルートが契約している会社はこう紹介するんですね。紹介して就職が決まったら、例えば年収が500万の人が、で A 社に決まりました、正社員で。そうするとその A 社はリクルート社に紹介料を払うんです。500万だとしたら、年収500万の人は A 社はリクルート社にいくら払うと思います？紹介料。いやいい人紹介してくれてありがとうって。500万の年収の人はいくら払うと思います？大体何割か。どうですか、当たったら今日の私の講師料25万円ですよね。大体何割いくらぐらいだと思います？え、そうそうそうなんです。大体平均3割だから150万。おいもう丸々利益なんですよ。粗利です。粗利 100%150 万かみたいな。そういう私横の部署で見てましたんでね、うわ荒れたいと。ね、表向きは、ね、無理を相談しますと言いながらね、あこいつを売ろうと、この人を売ると。これが実は民間人材紹介業の実態、まあ、派遣会社も似たようなもんですね。パートバイトの派遣も似たようなもんですけど、そうかと。だからただねこう嘘は言わないと。まあ私も苦労したんで、苦労で失敗ばっかりしたから転職でね。だから転職希望者の方を第一優先にしようと。で紹介する会社の、ね、要望は第二だと、うん、いう。大半はねみんなでその金もらう会社側につくんですよ。で相談者は言ってみたら騙せないところもありましたね。まあはっきり言って本当はこの人はね日立に会うけど、で日立とは契約してないから、契約してる東芝、要は金をもらえる東芝にこの人を無理やり紹介するんですね。これが裏の汚い実態の部分でもあるんですよ。で私はそんなしたくないと。やっぱこの人の人生狂わしたくないから、この人が本当に会う会社を紹介しようと。でまあ、そういったスタイルでやってましたから、こう相談を受けてですよ。例えば、まあ、今の話の流れで言うと、この人は日立に会うなと。だけど日立とは私付き合いない、東芝だったら契約あると、うん、ここだって、ね、普通は東芝を紹介する、金になるから。だけどもいかん、これじゃダメだ、買えると、正義を貫けってことで、あなたはね日立の方が合いますからってことで、日立の方をですねこう紹介して、ね、紹介して、ああよかったありがとうってね、いやいやそうですかみたいな。でこうなんかありがとう、いやありがとうだけじゃなくてちょうだいよみたいなね、実は思ったりするんですけどね。
ありがとうございます、いやいや、よかったですねみたいなんでね、わあ、出す、金出すって言わんなみたいなね、でも、いや、もう、よかったですねみたいなので、ね、まあ、それで去るっていうですね、まあ、かっこいいことよくやってたんですね。だ当然ですけど、それはね、まあ、そんなことばかり実はやってたんで、金が入ってこない、ない。当時唯一ね少なかったですけどね、ベルシステム24という会社にはですね、これはまあ契約も結んでて、金もらえる契約も結んでて、私も個人的にいい会社だと思ってたんで、まあ入りたいとも思ってた会社なんでね、まあそういった会社だったら思い切って紹介できるじゃないですか。あそこは5、6人紹介しました。あとはテクリックという会社1社か、あとスカウト業務を受けましてね、このセミナー参加者リストにのこの参加者だったら誰でもいいからスカウトしてきて来てくれと、アメリカの会社からスカウト依頼受けましてね、そのセミナー参加者リスト一人一人会社名が載ってますから、104ですぐ分かりますからね、電話かけて、あ、すいません、山下さんいますって、あ、どなたですか、いや、あの貝野です、友達ですみたいなね。で当時のね、今も覚えてます、シーメンスティですね、五反田にあったドイツの会社のなんとかさんに電話しましてね、でこうね、受付突破して出ました。ああ、山田さんですか、実はスカウト会社のものでして、あなたにぜひ会いたいというアメリカの会社があるんですよ、どうですか、一度お話を聞いてみませんかみたいなねあのこういうのともちょっと脅してですね、あなたが欲しいって言ってる会社あるんです、でスカウトので、これだと人によっては嬉しいでしょ、俺評価されてんのみたいなねあの本当はね、誰でも言ったよ、このリストに載ってる人だったらみたいなねまあでもこれ高度な技術セミナーの参加者ですから、そこそこの人が参加してた、スカウト活動ってそうやるんでね、で喫茶店呼び出して、まあ口説いていって、まあその人ね、なんとね、半年後に本当に転職しました、うん、シーメンスからテケリックっていう同業他社でしたけど、でも個人的には本人もねちょっと不満があって、あ、テケリックなら行きたいって、あ、だから、お、そういう風になったら、あ、いい仕事だと思いました。それで50万もらいました、紹介した会社から。だけどなんかね、まあいろいろ、まあ言わない、うん、精神的になんかね、ちょっともう納得できないところもたくさんあって、結局これも半年で廃業です。半年で廃業して、出版社のビジネス社っていうところのバイト、あー、テープ音声渡されて、それ原稿直せっていうから、バイトだみたいな、まあいわゆる独立もまた失敗したわけですよ。で何社目だから、1社2社3社4社で独立失敗、6社目バイトですね、かーみたいな、34歳、うわーみたいな。で出版社の、うん、原稿のそのね、聞いたやつをそのままワープロに直すだけの誰でもできる仕事ですよね。それやってたんですよね、出版業界かと、どうしようかなって。で当時ですね、椎名誠とかですね、椎名誠とか知ってます、知ってるという人、椎名誠、ね、昔あのビールのコマーシャルとかね乗ったら芸能人みたいな作家でしたけど、まあ今もそれはメジャーですけど、週刊文春のずっとね連載してます。あ、椎名誠いいなと、俺もあんな風になりたいと思ったけど、ああいう人はですね、もう20歳22歳ぐらいからもうガンガン文才がねやっぱあるんですね。あとね、沢木孝太郎っていうですね、沢木孝太郎って知ってるって人いますね、沢木孝太郎、深夜特急ですね、世界放浪した本を書いてる、ああいう人はもう20歳ぐらいからやっぱね、ああいったのはすごいですね、才能がね、もう34ぐらいですよ、ね、あ、無理、今更無理だ、こんな世界勝てないなみたいな、どうしようと思ってたら、実家の方からですね、借金1億実家がかぶったという事件が起きましてですね、なんじゃこらえた、いや、お袋が一人で未亡人でいました。で、お袋がですね、まあ、ある男とですねパチンコ屋で知り合って、一応ね、元銀行未亡人ですから、まあ実はですね、私全然知らなかった、なんとなくね、うちは金っていうか、なんか財産あるんだろうなみたいな雰囲気はしてたんですけどね、だから子供だから分かんないじゃないですか、財産、まあ私福岡帰るつもり 0% でしたから、もう全然帰らないと、だから家の財産とか、もう何も考えたことなかったんですよね。ただまあ、よく考えたら、福岡天神ど真ん中にですね、じいさんの代からの土地が17坪ありまして、それがバブル時代ですね、1坪2500万値がついたんですよ、それだけで4億、あと、実家ももうキャッシュで買ったマンション一戸建てアパートも人に貸してたり、5億円の実は資産家だったんですよ、知らなかったけど。でまあ働く必要ないですからね、福岡西のパチンコで遊んでた、そこで知り合った男からですね、最初「萱野さん3万貸して」って、でまあ「あ、いいよ」って返した、貸した、そしたらすぐ返してきた、
返してきて、だから次また5万貸してて、でまたね、そしたらまたすぐ返したって言うんですよ。あ、この人いい人だと。さあ次ね、30万貸して、30万、でも1回2回すぐ返してくれたからということで、まあね、友達にもなってたから、まあ、思い切って貸した。さあなんとこのですね、男が30万はやっぱちゃんと返し、バラの花束を持って自宅に来たのよ、かっちゃんって私に言いましたあの人はいい人なのって、ああいい人なんだと。当時34歳の私はそう思いました。私も 今ならね、それはもう一発で分かりますよ、詐欺師の常套手段なんです。それがバラの花束持って感動させていいことやって、まあ、特にバカ女魂はそれではね、聞きますよね。どうですかバラの花束持ってね、あの今なら分かりますよ、それ詐欺師がよく使う、実は感動セールスっていうかですね、よくある手段なんですけどね。それで実はね、おふくろ落ちたわけです、落とされました、ね、で以来なんとね7年間愛人関係だったっていうんですよ。この男はね、浦川清って言いましたね、ね、こんなことやると一生ね実名さらされるんですからね。佐賀県唐津和多田出身ですねでね、これなんとね、仕事がね、地上げ屋、地上げ屋って知ってます？まあ、いやもうちょっとねやばい不動産関係の土地のね、まあ、仕事なんですよ、のチンピラでした。一番下っ端のこの上にね、奈良の奈良日日新聞社不動産事業部っていう、これもバブル時代時代の名を馳せた悪徳がいて、そこなんて単なる下請けの仕事やってたんですかね、福岡に来てねみたいなね、これも後で全部分かったんですよね。でまあですね、7年前にパチンコで知り合って、で私がね、これまあいわゆるですね、7年後こいつがですね、地上げ屋で1億町金ですよ、いわゆる金利がえらい高い恵比寿審判と浪速商事っていうですね、名前がすごいでしょ、本当にあったんですよ福岡に。浪速なんとか物語ってあるじゃないですか、波早って書くんですね、浪速商事、町金、恵比寿審判、この2社から1億借りて仕事やってて返せなくて、ほんで当然ね、でなんとね連帯保証してたんですよお袋が。だからこの借金取りからしたらもう全く関係ない、こんな関係ねえとバシッていく、これがもう連帯保証ですね、うん、全く借金した人と全く同じ立場なんですね。だからもう平気で正当に、法的に正当に、じゃああんたが払ってよ、すぐ払ってよという、ね、ことになりましてですね、当然それは1億ない、キャッシュはない、土地とか株券でしたよね。ああ、なのに、すぐ払わないのって言ってて、実はですね、家が差し押さえにもうなってたんですよ。裁判所、福岡地裁の発表で、うん、もう決定が出てました。差し押さえ、競売開始決定ってもう出てましたよ、裁判所の。うわ、みたいな。それがそのこの頃に分かったんですよ。で東京に私の事務所、あのバイト先に電話かかって、かっちゃんお母さんが大変なことになった、何されて、みたいな。1992年のことですよ。今から考えたらいわゆるバブル崩壊直後ですね。今から考えたらですよ、全然あれバブルも何も知りませんでしたよ、こんな人生でしたからね、全然知らない。ただこうね、この時代からその破産した最後の中小企業にいた時、なんかね、私でもなんかね、実はね、マルコーの投資用マンションに、なんか月々何万円かで、ワンルームマンションでもなんか買おうかなって、実はね、思ったぐらい、やっぱバブルだったんですね、うん、末端のダメサラリーマンでもなんか思ってましたよね、まあ、それがめちゃくちゃなりましたね。でまあ結論から言うと、もう逃げられない、もうしょうがない、買い抜き1億借金買うというのは間違いないというのがありましたね。まあ長男でしたからね、もうこれはしょうがないなということで、もうねバイト社員をやってましたけど、しょうがないということで、もう帰るしかないじゃないですか。で帰りましたね。で7社目ですよ、7社目が、だから帰って、これがまたね、まあなんとか、まあ地盤はですね、アド通信社に小さい工具を抱いてなんとか入りました。なんとか入って、入りながらこの借金返済作業に入りましてね、でまずはそのもう実家の売却ですね、もう不動産行ってもう家売りますみたいな、もうしょうがない。あと株券の売却、そんなこといろいろやりながらですね、でお袋も
まだねこの人いい人って言ってたからですね、まあ、これ弁護士とあれもいろいろ銀行の元親父の同僚なんかで一緒に調べてからもう極悪人っていうのは分かったんですよ。うちが一番1億ででかい、他中山さんが1000万とかですね、山田さんが500万とか、なかなか、いやこんな人ってやっぱ複数でやっぱ借金して踏み倒してるんですね。うん、ただ他の人から電話かかってきて、お宅はいくらだよ、うわ1億太いねみたいな、うん、みたいな、そんななんか変なね、なんか、うん、債権者同士のなんか緩やかななんか会合があったりしましたよね。まあでもね結論から言うとこれねダメだった、もう全然ダメ、金ない、いやねボンボンだったんです。これもよくあるんですよ、カラスのね初代はすごい大成功者で田畑がずっとあって、で大体そういう次の息子ってバカ息子になるんですね、大体ね、もう古けたなって結局もう先祖の田畑も全部倍もう売る羽目になって全部処分して、でまあわけわけな福岡来てまあね見つけて、お袋みたいなの見つけて、っていうパターンだったんですよね。あこれはもう追ってもしょうがないっていうのはもういろいろ分かりましたよね。まあでもねそのお袋はねあの人いい人いい人バカかと、もう証拠を突きつけましてね、とんでもねバカなんだもう詐欺師なんだこいつはもうみたいなね。でまあそれでまあ実はねお袋と大喧嘩状態で、かつお袋がまたね私の他の貝の親類とかにもです、ね、実はね金を借りに行ったりしてるんですよ。それもなんとこの男と一緒に行ってるんですよ。もうだから親類もねそれねもう実はもう3年4年前から分かってたって、ただやっぱりね私には言ってなかったね、そういうなんか変なあれだからね、やっぱで私も関係ないし福岡捨ててましたよ、関係ないよ女もみたいなね、だから親類からもうソース感ですよ、当たり前だよね。うんでなおかつね決定的だったのがですね、実は親類から聞いたんですよ、お袋が親類に言った言葉、子供には財産とかね残さなくていいからとか、うっって思いました、ね、私切れましたね、この野郎こいつみたいなね、お前はこのメス豚がこのねチンポのでかそうな浦川清志、お前それなりに前セックスの奴隷になったの貴様みたいなね、お前はみたいなね、実はね親子で言い合ったんですよ。まあよくあるでしょ、火曜サスペンスドラマでよくあるやん、そんなの殺人事件の半分は謹慎ですからね、家庭内かもう大体近いところで殺人事件が起こるんです。だから警察も私の友人がね、まあ夫婦喧嘩でちょっと派手みたいなのをやりましてね、ついついねなんだどっちかがね警察に電話して、警察電話すればなみたいな、おっしゃ見ろってね、本当に電話したで警察出てでこうね、いざ警察出たらもう、ね、なんかこっちも怖くなってね、いやすいませんもう単なる夫婦喧嘩ですから夫婦で単なる夫婦喧嘩ですからって言ったら、いやいやそういうのが一番危ないんだと、ああそこからも大体殺人事件とか起きるんだからみたいなね、へえみたいな、本当調べたら、うん、殺人とか傷害の半分はね家庭内とかそういったやつなんですね、へえみたいなね周りでしたけどね、まあいろいろありましてですね、結論から言うとですね、お袋は自殺、川に最初飛び込みました、下飛び込んだ川が膝までしかないで救急車、通報されて、私が行った福岡記念病院に行った時にはですねもう錯乱状態になってました。でその時になって初めて浦川に殺される、浦川に騙されたわけですね、騙されたってやっと分かったんです、分かった時には錯乱状態です、錯乱状態っていうのはすごいですよ、あのね本当ね、あそこにあそこの壁の向こうに浦川来てるって、どこどこだって、ね、本当に最初みんな私含めて、ね、医者もどこだって、いないじゃん、いや今日の日曜新聞夕刊に私のもの載ってるよって、いや載ってないよって、いやそらね、最初川に飛び込んだからね乗ってるかなって、でもまあ乗ってないわけです、なあもう別に大した事件じゃなかったですからね、乗ってない、いや要はですね、いわゆる精神錯乱っていう、まあ本当精神病に実はもうなってたんですね、うわーみたいな、うわーと思いましたよ。で当時私独身でしたから、で昼間仕事しないといけないでしょ、だからこれがまあ病院もね、その福岡記念病院ではこれもね受け入れできませんっていうから、もう近くの精神科行きました、で精神科はそこもその入院施設なかったんで、で福岡市西区のですね倉光病院っていう、これ重度精神病院ですよ、牢屋型です、牢屋型出れないっていうね、そうしないとダメなんで、でそこに入りましてね、週3回ぐらいですね見舞いにこう行ってましたけど、行くたびになんかねもうひどくなるんでね、ひどい、もう完璧に行ってしまってる、
くわみたいな、周りもちょっと申し訳ないけど周りの他の患者さんもこう話したりガーッと襲いかかってくるとかですね、悪気ないんですよ、ぐわみたいな、うわ本当のまあそういったことはそうなんです、表出ませんけどね、出ないんですけどね、うわこれはと思ったんですけどね、まあでもねこう売却作業いろいろこうやりながら、やってたんですけどね、ある日ですよ、もう今でも思い出しますね、夏の8月5日なんかね朝4時5時ぐらいなんかねもう目が覚めたの、なんか目が覚めてですね、でねあれ6時ぐらいですかね、朝電話が鳴ったんですよ、あっと思いましたね、あもう分かったこれクランクビヨンだ、電話してたら看護師さん、お母さんかってみたいな感じでね、あの虫の知らせっていうやつですね、あこれはねやっぱそういうのってあるんですね、ないんですそんなもん、ない後から分かったけどね、大体そういった時で朝のそんな時間にかかってくるって言ったら普通じゃないですよ、って言ったらそのお袋の件しかないじゃないですか、だから別にねよく虫の知らせって言うけどあれは超能力とかそういうの一切ないですからね、騙されないでくださいね、全部思い込みなんですけど、前行ったら病院でね首つってました、うわってなんじゃこないと、借金1億レンタル証かぶって親は狂って精神病院で自殺かみたいな、くわーみたいな、こんなことがあるったいみたいなね、信じられなかったっすね、で人生これでしょ、私の人生はなんという呪われた家系なんだろうってね思いましたよ、ほんとでね、もうそれだけじゃ終わらないんですね、で5億の資産があった、ところがそのバブル崩壊だったんで、あれはあれは土地がどんどん下がっていって売ろうと思っても、で売れない、なおかつ最後の虎の子の土地がですねおじさんと共同所有になってましてね、でいわゆる分泌をしてなかったんですよ、だから勝手に売れなかったんですよ共同所有でも、こっちは早く売りたい、でもおじさんがさ、いやちょっと今下がってるからみたいなのね、何やまあそれはそうだよなと、みたいな感じで、まあ、結局5、6年ぐらい売れなくて、やっと最後実は投げ売りね分泌をしておじさんと別な所有にしましたね、やっと売ったんですけどね、でそれまでの実家株券の売却全部含めて実は8700万しかならなかった、だからマイナス1300万になってしまいましてね、まだその債権者への支払いがどうしようかと、それで私7社目のサラリーマンで手取り20万なんですよ、それまではいろいろ家を売ったり株売ったりいろいろやってました、もう全部なくなってきたらさ、うわーこれどうしようかって、でまあ実はこういうのもこういう時期は実は3年ぐらいね福岡が行ったいろいろあったんで7社目のサラリーマンでしたけどね、これはちょっとまたサラリーマンなんとか戻れたけども、これちょっともう普通じゃ生きられないっていうのはねもういろいろあったんで、それで実はですね福岡のビジネスが経営の勉強会セミナーとかに出まくったんですよ、で人生逆転した人が結構いたんで経営者の中に自営業の人、私以上にもっとひどい人って山ほどいるんです実は、そっから人生逆転してね脱サラしたとかサラリーマンでもう死ぬ気で働いて逆転したっていう人に会いまくって、そんな人を呼んでみんなで今日みたいに聞く勉強会を実は自分で始めた、自分で福岡帰った時、それが九州ベンチャー大学っていう名前のこれはセミナー勉強会なんですよね、最初5人で始めて、で毎回例えば明太子の福屋っていうね創業者呼んできたり、ベスト電機の創業者まだ生きてました18年前ですからね、当時はベスト電機が家電量販店で日本一だったんですね、それは福岡本社だったんですよ、あの人がですね中卒でもういろいろあって倒産も2回ぐらいして、そっから3番目のチャレンジでベスト電機なんだあれはバーゲンセンターっていう名前かな、ベストバーゲンセンター、いわばバッタ屋さん安売り屋さんという電気屋さんを始めてガッていってもうね大会社にした創業者が意識してたんで来てもらって、どうやってその倒産からね立ち直ったっていう話をこう聞いたりとか、そういう勉強会は実はまあやってたんですね、やってました、やってたし、まあ借金があるというのは分かってましたから、7社目でね初めてね実はサラリーマンでね本気が出ましたね、本気が出ました、で額は大したくない、年間で1億広告代理店ですね、1億稼ぐようになりまして売り上げで粗利2500万ぐらい年間で、でまあ手取り屋でもね300万ぐらいのサラリーマンでしたけどね、10倍ぐらい俺稼いどると、利益はサラリーマンでね、これでちょっとね初めて自信が持ちましてね、で借金あったでしょ、で20万じゃこれ返済できないと、いやまあ要は
この1億稼いで自分のお客さんを持って独立しようという姑息な、まあでも普通のよくあるパターンですよね。を辞める1年前から考えるようになりまして、まあそれ正直に会社にもこう言いましたね。そしたら、いやお前がね借金でいろいろね大変なの分かってるしと、うん、でお客さんも応援してくれましてですね、結局そのお客さんを持って独立しました。ただお金の流れは前の会社を通して、だから前の会社は売り上げ減らない、今回は利益が半分になる折半みたいな、まあそういう円満退社で実は独立をまあしましたね。最初広告代理店で独立をまあして、まあ死ぬ気で頑張りましてですね、1300万は一応2年3年後には一応弁済、ですね、しましたね。だから浦川清の1億を代わりに替えの毛が払ったっていうね、いまだに何も返してくれてないんですよ。いやこんな理不尽がね世の中結構たくさんあるんですけどね。ただね思うんですけど、ね、もう今やねもう彼も死にました、死んだしね、もうあれだし、もう袋も死んだしね、もうあれですけどね、本当実はね今思うと本当に思うけどね、実は感謝してるんですよ。感謝じゃないけど、まああの事件には今となっては感謝なんです。っていうのはですね、あれがもしなかったら、でバブル崩壊もなかったら、私は5億円のボンボンでしょ。そら仕事なんてするはずないじゃないですか。でね、実はねここだけだからね言いますけどね、私のその土地のねすぐ横はですね、他の貝の家、私が17坪でしたよ、ここはね150坪同じ福岡天神に持ってる親類が持ってるんですよ。でこっちはもう価値はもっとすぐ10億とかそんなもんでしたよ。下がっても何億あります。じゃあこのこっちの貝の家どうなってるか、どうなってるか、その娘息子の世代で同じ、そらもう仕事してませんよ、何もできない、そう自宅ニート状態、うん、だって働く必要ないんだから。あらね、はっきり言って破綻してますね。金はあるけどうわーみたいな、なんかよく実はいるんですそういうのが。財産だから、財産家だから本気が一生出ない人、働く必要がない、まあこれが結局ね、そこの子供がニートになったりするじゃないですか。結局ニートっていうのは働かなくても生きていけてるっていうことは、いつまでたっても宿り着状態ですよね、パパママに。まあそれまで良かったりするんですけどね、バカ親にとってはね。ああまあね、何々ちゃんかわいそうとか言いながら自分のペット代わりに親がねしてるからニートなんですよね、実はね。なんですけど、私も本当はそうなる予定だったんですけどね、これが運よくね破壊されたでしょ、カーン。もうね、もうなんかもう飢えた狼買ったんだって、カーンみたいなんですね。これはね最高の経験です。だって何もなくても、もう今やね何もなくてもいつでも私金生み出せる力がつきましたからね。これはねもう何者にも変えがたいですね。ですからね、皆さんもね、金がある、家に金があってどうのこうの、いやね金がある人はね本気が出ないんですね、出ませんね。ですからね、もし本気を出そうと思うならですね、もう連帯保証をしまくることですね。で、かぶりまくる。で、とりあえずその自分、家のね、財産をもうゼロにするんですよ。ゼロじゃいかんですね、やっぱり、まあ、1300万もちょっと普通の人にはでかいから、まあ、100万、200万ぐらい、まあ、以内の借金をこう、うまく設定してですね、そしてもうやるしかないですからね、やるしかない。と思うんですね。でまあ、まあいろいろあった広告代理店をやりながらですね、で勉強会もずっとね、まあ実は今もやってますこれで、10年目続けて10年目ぐらいの時にですね、まあ私のまあ師匠に出会うんですけどね、武田陽一っていうですね、ビジネス書、経営コンサルタントでビジネス書も書いて、で講演もガンガンやってるっていう、まあコンサルタントで講演家の先生と福岡でこう出会いましてですね、まあこうね名前をこう書いてますけど、そう私の師匠からね、あんたも講演しなさいとかね、あんたも本を書きなさいと、いやいやそんな無理ですよと、それあんたはね前それサラリーマン時代からもうトップ営業マンだったしね、それはすごい、あんたはすごいですよと、経歴違いますよと、ね、本当なんですよ、そう思ってて、いやいやできるできる、やればできるとか言われて、いやあんなもうあんなバカなとか言いながらですね、であと別の実は勉強会にですね、これヤズヤってあるでしょ、ヤズヤって知ってるっていう人、ヤズヤ
で、コウズ、オスとか青汁とか雑穀米とかですね、ケフィアとかですね、なんかなんだね、ヨーグルト、いいえ、ケフィアです、あれが全然売れてない、ハズレみたいな。でもオスとかなんか青汁、雑穀米で今ね、あそこ大成功してます。あいったいわゆる自然、怪しくない食品ばっかりね、あそこは酢、ニンニクの青汁、雑穀米とか、よう見たら実はね、昔からある食材、伝統の食材しかあそこ使わない。だから変な目ポッと出てきたなんかヒアロル酸がコエンザイムとか、あんなの一切もしないってね、あんなの怪しいし効かないしとかね、あの元々効かないって言ってます。酢を飲んでも別に、酢を飲んでもね、体が柔らかくなるとか痩せるとかありませんってね、言い切ってあ偉いなと思ってね、うん、まあ本当のあそこは正統派の健康食品会社なんですけど、そこの創業者、今ね、やつや400億売り上げ上げてる、ものすごい会社になったんです。当時まだ20億ぐらいで、創業者、10年前死んだんですけどね、その創業者の旦那と知り合いましたね。はい、あ、じゃあ休憩ということで、はい、トイレ休憩、はい、トイレ休憩、じゃあ5分ぐらい、はい、じゃあ、40分から、あ、後ろ本があるんで、あの立ち読みしてください、本を、うん、無理に買わなくていいですからね。スキャンのね、普通に。
今話したんですよね。今日はね、ハローワーク関係というようですけどね。あ、今一応なんか皆さん失業中なんですか。ああ、なるほどね。あれアジアに行ってるんですよ、アジアに。いや、これね、冗談抜きで私ね、世界一周も実はね、まあ、この後ちょっとだけ話します。まあ、いろいろあってですね、まあ、なんとか逆転できて1000万金貯まってですね、でそれで2006年から2007年1年間実はですね、もう仕事辞めて世界一周行ってきました。世界中、それも先進国も面白くない、中南米、アフリカ、中東、アジアっていう、もういわゆる貧乏国というか発展途上国、昔の言葉、今は違うんですよ、新興国って言うんですね。今は新興、新しくこう起こしてきてる成長国ばっかり今はですね。ブラジルなんかも今すごい大発展でしたね。びっくりしました。アジア全域もすごいんですよ。だからそれで海外に目覚めて、特に新興国に目覚めましたね。帰ってきてからも、まあ、毎年アジアに、4、5回は今行ってます。で、なんとですね、例えばタイ、日本人に大人気のタイ、タイの今失業率どんぐらいだと思います？ね、こういう言い方したら、ね、よっぽど少ないんだろうみたいな、低いんだろうって、ね、なんとついにこの前 1% 切りまして 0. 何%台になりました。要は人間、なんか動物だったら誰でも仕事があるっていう状態に今なってるんですよ、タイは。これ冗談抜きで、私の知り合いがタイで、小田原というやつが人材紹介業をタイでやってます。彼がナンバーワンです。タイナンバーワン人材紹介会社やってるんですけどね。もう猫の、なんだ、手も借りたいというやつはもうまさにこのことです。仕事がもううなるほどありますと、人が足りませんみたいな。カラさんもなんかもうなんか生きてる人がいれば送ってくださいみたいな。まあ冗談抜きで、はあ、でそれはタイが多分今一番すごくて、まあ押したら、まあインドネシア、私行きました。インドネシアも今すごいんですよ、大成長で。でね、で香港、中国からもうみんな知ってる。ベトナムもすごい。ベトナムは今行ったら状態、ベトナム行った人この5年以内、10年以内ベトナム。ホーチミン全然行ってください。サンキッパで今行きますから、 HIS なんかで、ね、現地も500円1000円で宿ありますからね。飯は100円ですよ、屋台で。まあめったに死にませんから。ベトナムから今行くとですね、道路が全部バイクだらけなんですよ。ぐわーってこう川が流れてきたと思ったら、わあバイクやみたいなね、今そういう状態なんです。ということはこれから車社会入っていきますんでね、まだまだ成長これからしていくんですかね。
でラオスに私がカンボジアに行った時にはプノンペンですね、観光地じゃない都市部の方に行ったら、カンボジアあたりは2006年2007年の段階ですけどね、まだ自転車中古のバイクがパラパラっていう段階。ところが私が昔いた山本造機の第1号店がカンボジアにできました。2006年か7年だ。そういうことなの。ベトナムのちょっと後をカンボジアに今来てるみたいな。インドネシアはベトナムのちょっと先行ってます。でその先がタイですよね。というアジアの中でもそのなんかまあ序列っていうか、ああこんな風に発展してる。で去年は実はミャンマーとバングラデシュも行きましたね。ただ行ったらもうほとんど9割そうホームレスみたいな感じですよ、はい。で初日私もまあねこれはおもろいということで、私も地べたで寝ましたよね。ダッカ中央駅の地べたで寝ましたよだって百何十人もそこで寝てるからでしたけど、まあまだその辺の国はそんな状態ですけども、ユニクロも工場もバングラデシュに作ったし、HIS 旅行会社の、ダッカ支店もできたんです去年。ということはこれからも来るっていうのはもう見えてるんですね、見えてるんですね。でね、てなことは私ねよくですから今仕事も私講演家ですけどね、年の5、6回以上アジアに行ってアジアでもこういった話するんです。対象は日本人です。現地にいる日本人ですから普通に話通じるんですね。なんですけどね、もうそれで分かってきた。実はですね、まあ、今例えばタイは、中国は十数万人、もう20万人ぐらい日本人がいます。でタイが4万人います。ベトナムが4000人というね、まあ、4万4000でラオスが400人みたいな感じなんですね。インドがですね、あんな巨大な国ですけどまだ日本人進出遅れてて、まだ3000人しかインドにはいないんですよ。いないんですけどね。でね、じゃあ現地にいる人は大企業の駐在員以外よ、駐在員以外の人は、駐在員も含めてですよ、で私のような自営業独立の人も向こうで働いてる、もしくは中小企業、そう現地で働いてる人もいますけどね。まあね、向こう行ってね分かったのはですね、例えばタイもベトナムも中国の大半もそうなんですけどね、現地に行った日本人の会社は誰と仕事するか、お客さんは誰か、誰だと思います？アジアに出た会社のお店のお客さん、最初のお客さん誰だと思います？日本人なんですよ。日本人なん、実は現地にいる日本人の人たちが、いやよく来てくれた、よかったみたいな、もう日本料理食いたかったとか、あ日本でもそのあやっとヤマトが来たな、もう安心だよとかね、いやもう料金で現地の5倍ですよ、全然構わん、払う払うと、もともと価値がもうね 5分の1、10分の1ですからね。で駐在員の人なんかは年収1000万でそのままアジア行ってますから、感覚的にもう年収5000万1億なんですよ、もういくらでも払うぞこの野郎バカがみたいなね、いう感じですよね。だから高くていいと、騙されずにちゃんといいサービスをとかね、日本人だったらこうお客が入ってきて、あいらっしゃいませ今日暑いですねってね、すごいねその接客サービスで、ね、現地で言ったらお客が入ってきてもはーみたいな、これ座れよナンバーみたいな、ね、そんな感じですよ。極端に言ったら接客サービスがないのが実態ですからね。だからね、日本人アジアのねやっぱね接客サービスとか意識、正直嘘つかない、このレベルはねものすごい高いです。性格がすごいんですよ日本人って、世界一性格いいっていうのは分かりました。でそれがそのまま実はね、あの途上国で新興国に行くと使えるんです。でなおかつ最初のお客さん日本人ですからね、だからあれですよ、そうタイでナンバーワンの小田原パーソナルコンサルタンツの小田原っていう人材紹介会社のお客さん全部 100% 日本人、日本の会社ばっかりです。現地に出てる日本日系企業がお客さんなんですよ、ね。でそうどこに行ってもそう焼肉やってます、あーラーメンやってます、あそうね中国とかいろいろこう会いに行きます、そうすると日本人だらけなんですよ。ああ要は普通の感覚でアジアに行けば、例えばねサラリーマンでも仕事あるんですよ、タイでは、一つのパターンはですね、最下層のあえて言いますよね、何もない人がタイで行きました、でまず行くのがコールセンター行くんですよ。トランスコスモスとかっていうのがですね、タイに巨大コールセンター作ってましてね、もうすぐそこもう人だな、人間なら誰でもいいと、もうやっぱなかなか景気いいとは言ってもわざわざアジアまで来る日本人少ないと、いやだから宝なんですね日本人は。アジアまでふらふらこう迷い込んできた日本人がいたら、うわかもう早くもう捕らえろみたいな感じでね、でそのコールセンター、日本語がもししゃべれれば時給650円のコールセンターの仕事に即つけますタイで、
そこで、ね、1ヶ月とかやれば5万、10万、7万ぐらいになるじゃないですか。ということは現地で7万とか言ったらほらもう、全く OK なんです。生活は全く OK だね。で1年ぐらいいるでしょ。でそのままだといつまでたっても単なるねコールセンターですから、で現地の人にいろいろ聞いたらね、頑張る人はその間にやっぱ多少ねタイ語をちょっと覚えていく、ちょっと英語ぐらいもちょっとぐらいね、でその1年2年やりながらある程度こうタイ語も日常会話ぐらい、ね、比較的早くに覚えられるんですよ。覚えやすいっていうことなんでね。そうするとバイトから現地への転職ですよ。ちょっといい会社へ転職をして、それは2回3回繰り返していって、人によってはじゃあ現地で独立しようとかね、いうパターンがもうある、実はパターンがねあります。てなことをですね、私日本でもよく話してたらですね、ついにこの前ねモデルをやってる CM モデルの人間がですね、木村浩一っていうんですかね、彼の方がユニクロに出てたモデルですけども、リーマンショック以降、もう震災以降もうな全く仕事がないと、 CM 出る仕事が全くなくなってしまったみたいなんでね、でついになんとね先月から台湾に移住しましたよ。台湾に移住して、で台湾を拠点にアジアの CM の仕事を取ろうということで、待っててもダメだって、もう自分が乗り込んでいって俺を使ってくださいって、具体的には現地のプロダクションテレビ局周りにこうしましてね、私使ってくださいって言ったら、で昨日も連絡あったばっかりですよ。仕事だらけだと、こっちは仕事だらけです。いやそりゃそうやろうなって思いますね。台湾ももうどこもアジアの景気ですからね。で日本人ってだけで貴重な存在実はねなります、はい、これ本当ねちょっと頭の隅に覚えとってください。で昔の私みたいにもうダメだ死ぬとか言う、で夜逃げするとか、で借金抱えたらもうダメだって言ったら、夜逃げするならアジアに、アジアがいるって言うじゃないですか。でその借金取り追ってこないですからアジアまでね。本当はマジな話ですこれ。今だんだんですが少しずつ商工会所なんかでもアジア進出セミナーっていうのが増え始めてきてますよ。今更ですけどね、実はヤズヤはですね、もう5年前にいち早くもうベトナムに百貨店とオフィスビル建てましてね、建てたっていうか10年前に実は仏壇の長谷川がベトナムでやって失敗してた、これをね引き継いだんだよヤズヤが、仲いいから経営者、もう大黒字状態です今、うん、もうヤズヤもベトナムアジア事業成功してる人、まあ、もちろんさ失敗もたくさんありますけどね、あるけども、でかつもっと言うと日本でもそのなんだかんだ言ってもね、そのね統計上はいろいろ操作あるけども失業率 5% なんですからね。さ死ぬ気でやったらそれはいくらでも仕事あります、日本でもバイト含めてね。だしこんな素晴らしい国はめったに本当ないんで、別にそれは日本がダメだとかねよく言うけど全然そんなことないですね。この最高の国ですこんなのは。だから日本でも別にいい、十分チャンスはねあるけど、アジアっていう選択肢もありますよっていうことですよ、はい、だからまだ私なんか子供にはですね、もう本当できたら高校ぐらいからどっか行ってほしいなと思いますね、ラオスとかねいいっすよ。まだ日本人ほとんどいないですからね、200人ぐらいしかいないですからね。だから第1号になれるわけじゃないですかね。まあ、これから弱者の戦略っていう、まあ、私の本来の仕事はですね、経営コンサルタントなんで、いかに中小零細自営業が大企業に負けずにですね、もしくは個人でも中小零細の個人、何もない人間でもいかにこの勝っていくかという、まあ、経営戦略で仕事の成功の仕方、商売の成功の仕方っていうのを普段ですね、これをメインに話すんですけどね、これは簡単に言うと弱者の戦略、簡単に言うと今その敵が多い場所に行くなということですよ。ライバルだらけの仕事をするな、ライバル大学の地域外せとかですね、簡単に言うとですね、当たり前のことなんですよね、ですから敵がいないところに行けば自分が、ね、目立つっていうことじゃないですか、具体的に言ったらですね、かっこいい業界、かっこいい仕事、これも敵だらけですよ。でかっこいい大都市圏、これも敵だらけですよね。そういうのはやめて泥臭い仕事、大企業エリートがバカにするような仕事、例えばですね、そういうのね常にチャンスがありますね、常に、ですから個人的にはですね、私ね皆さんね1ヶ月でもいいから経験してほしいのは新規開拓飛び込み営業の仕事ですね、これねずっと見てるとね、特にもしかしたらこの中独立企業を私みたいに、ね、目指す人出てくるかもしれないですけど、出てくるかもっていうかですね、日本の場合はもう50代で全員リストラですからね、多分いるでしょ、はいなったっていう人いません、まあなるんですはっきり言って、大会社はもう余裕ない、中小企業もっと言えないですから、そう申し訳ないけども15年ったらやめてくださいっていうのは企業の本音ですからね。でも人生はその後20年30年もあるわけです。
いや結論から言うと韓国みたいに韓国 100% みんな独立企業を目指しますからね。サラリーマンも完全歩合なんですよ韓国は。まあ聞いた話だけどね。というのを知ってた、知ってる人。そうなの？え、初めて聞いた。あ、初めてね。私も初めて聞いて勝手に言ってるんですけどただこの人韓国コンサルタントだから、うん、多分間違ってないで。サムスンでさえあの巨大会社日本の松下みたいなあんなところでさえ、ね、あ年俸制って言ってました。年俸というのは1年契約って言ってさ、1年やってプロ野球選手と同じでダメだったらクビって、うわーみたいな。だからねみんな 100% 独立に考えてます。あそれは最高の社会じゃんって。あとサラリーマンだって安定とかないですからね。いつでもクビ当たり前だから。だしてさ会社自体がいつ潰れるか分かんないですからね。ということはね常に独立企業の精神、独立企業するつもりっていうかそういうふうになるんです。最終的には絶対サラリーマン雇ってくれなくなりますから。どこも自分でやるっていう気概であのやるべきだと思うんですけどね。そういう意味ではね独立企業した人でね成功者に実は多い経験の仕事はね新規開拓飛び込み営業の仕事なんですよ。ゼロからお客さんをね開拓する、これだから餌を取る動物の本能で、独立企業も当たり前だね、金を取るっていう新規開拓の営業の仕事が一番近いですよね独立企業に。ですからか、まあ、独立あの新開拓系はですね悪徳の仕事も多いですわ。変な会社も多い。悪徳飛び込み、ぼったくり床下換気扇セールスとかですね、なんか怪しいがんに効く薬のセールスとかですね、ジュースとかですね、まあ、変なのが多いですけどね、まあ、変なもんもいいですよ。あの経験としてはやったらいいですね。あとはちょっとね、まあ、なんか先生ずらしであれですけどね、楽な会社はやめた方がいいです。自分のことを考えたらこれ、ね、厳しい会社、人使いが荒くてもうガンガンノルマでねやるような会社がいいです。そういう会社じゃないと実力つきませんね。つかない。安定した会社の楽な仕事っていうのはそのもうレールね流れてるだけですからね、そこでつきません。実力つかないですね、ずっとこう見てるとですねスパルタ系がいいんです。スパルタ系がっていうのはね、その人間はねやっぱ怠け者ですから、基本的には周りが、ね、怠けてるとこっちも怠けるんです。周りが燃えてるとこっちも燃えるんですよ。燃えます。ですからね、でも自分で自分に火をつけるってなかなかこれね実は難しいんです。これってところがずっと見てるとすごい燃えてる、ものすごいスパルタみたいな上司がいて、あこれもうやらんといかんという状況になると人間ねやるんですよ。やっぱやるんですね。そういう環境職場ね、ですから悪徳にぜひ就職してください。悪徳スパルタ系ですよ。これ半分冗談半分本当ですけどね、本当なんですけどね、そういう会社がいいと思うんですよね。でですね、まあ、さっきヤズヤとちょっとね出会っていいことあったって言ってたんですね。ヤズヤで実は今もですね毎週水曜朝6時半に集まりましてね、ヤズヤ夢を書く勉強会って、夢をね語ろうみたいな。でこれはですね、自己啓発とか成功哲学、まあ、これも悪徳会社がねね吉田さんね多くてね怪しいんですけどね、自己啓発成功哲学セミナー、あなたも夢を叶えましょう、なんかそういう怪しい話聞いたことがあるって人、あ言ったことないですかねそういうのね。まあまあいいや、まあいろいろですね、ここで何やってるかっていうと、まあいろいろやあるんですよ。まずはね一番夢を書きましょうって、へえみたいなね、まあ、夢を書く勉強会ガーって書くんですよ、みんなで書きます。だいたい社長連中サラリーマン OL も含めて15人ぐらい毎週水曜朝6時半にやずやに集まりましたね。それで夢をバーって書く、で書いたらみんなに言う、ホラーを言うんです。みんな、あ私こんなことしたい、餃子の王将1点買収したい私はね、とか黒木ひとみで一発やりたいですとかね、年収1億、ベストセラー1億差すとかね、世界200カ国行くとかですね、まあそんなことを言う一人一人言って、はあみたいな、おおすごいねみたいなね、おじゃあそれを書いて、ね、それはホラーを言うホラー。じゃあその中でもう2番目はその現実的な、夢、まあだから目標ですよね、夢というのは目標、これはホラー夢じゃなくてこれは目標、2番目はこういうの書きますよね、おおみたいな。じゃあこれをやるたびには、じゃあ何を行動するんだと、何するわけみたいな、ああねやるべきこと、まあ例えばですよ、私がおじゃあベストセラーまあ一応さすこれはホラーかもしれない、ホラーでもないと私は思ってるんですけど、最近はベストセラーじゃあ100万部にしましょう、今では17万部ですからね、100万部って言ってね、おおいいね、じゃあ何をやるのと、じゃあ例えばですよ、じゃあ過去100万部になった本はどんな本で内容なのかちょっと調べてみるとかですね、とかあとは、その著者に会ってみるとかですね、
どういう書き方がいいのか調べる。でまあ具体的にも書き始める。でもいつまでじゃあ原稿を、ね、書く。でそれを何社のどんな出版社に売り込むかっていうね、こういったことがこうね、夢とか目標設定すると、あ、じゃあそれをやるためにはこんなことやらないといけないっていう、ね、まあ自然になりますよね、なりますよね、でも普段こういったことってね、 99% の人が実はやったことないんですね。やったことないんです。っていうのは今でもそうですけど、これからも今後も9割がサラリーマンなんで、いつの時代もサラリーマン、OL、バイト、派遣社員なんでですね、あの自分で主導権持ったことがない人が実は大半なんですね。大半なんですよ。人に言われるまま生きてる人が大半ですけど、これはね、サラリーマンでもバイトでも派遣でもね、経営者はもちろんですけどね、こういう作業は実はね、やった方が成功するっていうのが実はアメリカでもう100年前からもう解明されててですね、そういった本とか教材とか怪しいセミナーとかやってるんですよ。でやずやで私、15年前からですね、ここにこう参加するようになりましてね、最初5年は全然効果なかったんですけど、この10年ぐらいですね、ぐらーっていきましてですね、もう次々夢が変わっていきましてですね、周りのその15人の中からもですね、もう倒産は出るわ、破産は出るわ、ちょっとこれで笑ってほしいんですけどね大成功も出たけど、やりすぎて失敗もね、やっぱそれはいろいろ出るんですけどね、まあでもね、出るんです、いろいろと、お、出るなみたいな、一定の確率で成功者出るじゃんみたいな、ああだこれはいいよな、まず夢を書きましょう。で夢を書いて、じゃあ次ね、具体的な目標で、そのためにやるべきことを書きましょう。であとは当たり前、最後はもうそれは行動ですよ。あと行動するしかないね、やり続ける。で当然ね、当然失敗する、でもう一度またやると、でまあこの繰り返しですね。これ PDCA とかなんか聞いたことはないですかね。プラン、ドゥ、ね、チェック、アクションっていうね、プラン、ドゥ、チェック、アクション、まあ、言葉なんでもいいんですけどね、計画してでやって、で失敗、いろいろ問題点でチェックして改善してでまたやる、でこれをこうね繰り返していきましょうっていうのは、これ PDCA 理論っていう理論っていうか、これ普通のことなんですけどね、ところが大半の人はこうね、なんか分からん、いきなりやってるだけで、なんかよう分からんけどね、目の前のことやってるだけでっていうので、まあこうやって PD まず考えてどのこうのこういったこと、これは経営戦略とか人生戦略で実は基本でこうあったりするけど、こんなのは学校でも授業でもね、職場でも習ったことないんだよね。ないんですよ。社長も言ったこと、まず 99.9% の社長は知らないし、こんなことねやってないんですけどね。で私は運よくやぜがこういうのも大好きで、ずっとこうやってそこの勉強会に毎週朝6時間通うようになりましたね。まあ、プラスだと私の師匠のいわゆる経営で成功するやり方っていうのはこうありますんでね、これ勉強させてもらって、それ両方私勉強して、で自分の、まあ、作家、講演家、著者としてのですね、これをずっとこう繰り返して失敗やりながらやっていったらですね、こうやっと8年前にですね、バーンってこう本が当たってきましてですね、でもう黙っててもこういうのがこう年間今100回ぐらい来ましてですね、まあ今日はこういうのが安いですけど、この後とかもう、ね、結構空気も十分だから、今日はついでなんですよ、もう友達だから。で今日1時から1時半からね、ウインク愛知で、あそこで、まあね、多分十何万かねもらえるんですよね。で今日はもうね、ただ同然ですけどまあ、ね、まあ、ついでだから、じゃあ午前中午後来てしましょうかみたいなね、とかですね、先週は TKC っていう会計士税理士さんの先生が100人集まるところに行って、ね、そいつらよりも私の方が先生ですよ、ざまみやがれと思ったけどね私税理士とか診断士試験全部怒ってるんですけどね、まあそれで1回喋って、今日みたいんですけど今日よりも時間短い、それで25万ですよ、すごいでしょ。出任せ行ってたった1時たった90分で25万すごいな、これ当たるとすごい仕事ですよ、講演買って仕事は。本はね、実はね、そんな大したことない。これね、17万って言ったらすごいんですよ、4冊で17万。これは実はビジネス書の世界で大変な大成功なんですよ。5000、3000部売れることってないんで、本は。で、多くて1割でしょ、印税が。だから本1冊出しても、印税はね、なんかもう何十万しかないんです、実は。だからこれからね、目指してほしい皆さんもね、著者、実は本出せるんですよ。ないってね。私の知り合い先週ね、ドラッカーって知ってますかね、もしドラとかなんかあるでしょ、あれは漫画じゃないですか、漫画だけど、私の知り合いのコンサルタントは真面目なドラッカーの本書いて、藤は信じて言いますけどね、去年から今年書いた11冊で今98万売れてるんですよ、その印税だけで7000万って、でまあでもそれは彼はちょっと例外でしたけど、
彼も最初はね全然ダメでした。私がね推薦して、推薦っていうかお前行ける行ける行けると原稿書いて出版社売り込めって言ったんです。たなんとね、すごかった、びっくりした。180社に売り込んだって言うんです、原稿を送ったって言うんです。あ、すごいな。そのうち2社から声がかかってきて、で出して最初売れなかった。その後もしドラが出てね、もしドラッカーブームがガーッと起きて、もう彼は最初も出してたみたい。うわーって出たけど、あれ漫画で映画でなんかね中身ないから、経営者としては、いや藤川先生書いてください。でもしドラの後にまた依頼がたくさん来ましたね。第一人者になって、うわ本当そんなことあったみたいな感じですよね。なんか彼もまあ夢が叶っていったっていう感じなんですけど、あのお手元にですね、なんか後から1枚あるんですよ、紙が。ちょっとね、今からね、書いてください。この紙。必ず成功したら、まあこれね、実はですね、裏表ありますよね、この紙。これ、ね、実はですね、あのこのいわゆる成功哲学、自己啓発の基本の、まあ、成功する法則っていうのが、まあいろいろ、まあそうですね、簡単なやつで、引き寄せの法則とかですね、なんか聞いたことあるんですよ。まあ聞いてなくてもいいや、あのまああるの、そんなのが。でそういうのがですね、教材で高く100万50万で売ってたり、本もね高かったりするんですけどね、この前実はですね、あのまあこれ賛否両論ですよね、アムウェイっていうですね、こうネットワークビジネス、ね、好き嫌いがもうバッと分かりますね。まあ私なんかはっきり言ってあんまり好きじゃない、ああいったあの友達に売りつけて、あんたも儲かるよとか言いながらですね、まあね、まあ賛否両論いろいろあります。あとはミキプルーンとか、ああいったやつも同じ売り方なんですね。友人知人を通じてこうね、売っていくからどのこうのっていう、まあ私あんまり好きじゃないけどね。まあまあそのね、アムウェイのですね会合で喋っていた講師、講演家がいましてね、その講演家の話が非常に良かったんですよ。あ、これはうまいなと。まあ、いやそのマルチ商法ネットビジネスの勧誘のための講演会でしたけど、中身はこれすごくいいなと。でそのまま今日パクってきましてですね、うん、これ中身はネットビジネス関係ないんですよ、関係ないけど、あこれはいい「やる気のスイッチ」っていう本 DVD もなってるんですけどね、その中の大事な質問項目だけ まあ、パクってきまして、パクリ私嫌だからちゃんと裏にね、あの出典ね、質問はやる気のスイッチ山田匠 DVD よってね、ちゃんとどっからパクったかっていうのねちゃんと書いてますから、あのね送られないですけど、要はねそのまずほら夢そう実現するかどうか、一番最初はですね、そんなのやっても無理とかそんなのも関係なしで、あのもうホラーをちょっと書いてみましょうと、うん、一番最初はねホラーを書く、ですからここで言ったらですね、一番ね、必ず成功するとしたら何をしますか、ちょっとこれ書いてください。だからね、ね、ミスユニバースで優勝する、それはありえないですよね、どう見てもだけど、で一応この場では必ず成功するとしたらということですからね、それ書いてもいいです、それ誰も殺されません、書いてお前がかみたいなね、それはない、ここではないですよ、最初はちょっと書いてください。で私言ったらベストセラー一応なんだ世界200カ国黒木瞳で一発やるからね、長澤まさみもお願いします、武井恵美はちょっと若すぎるなとかね、まあいいやどうでもいいけど、浮気したことないから5人はしたい、ルーマニア人とかですね、何でもいいからしたら、ここは遊びで書いてください、遊びでちょっと書いてください、私も書きますね、ベストセラー1億セス世界200カ国、餃子の王将1点買収、
じゃあ2番目もね似たようなもんですけどね、能力に限界ないとしたら今年何を達成しますかと、できるできない考えない、まあ、1番はもう人生全体っていうか、2番がまあ今年は何をあなたは達成するんですかと、まあ、例えば10キロダイエットとかですね、なんか正社員年収300万400万以上就職とかですね、なんかなんですかね、なんか子供妊娠とかですねなんですかね、あとなんですかね、もうこんな夫いや離婚とかですね、あ3番目4番目もちょっと、まあ、似たようなもんですけどね、その辺もまあちょっとこれね練習なんですか、練習ぶっ飛んだ夢を描いてください、これもほとんどね1番と似たような、あ一番下も描いてください、一番下丸八、あなたの人生で誇るべき5つのことを描いてください、いやあるんだよ、なんかある、これ棚卸しなんですね、そう裏の方に行くとね、人生で悲しいワースト5は何ですかとかね、おおなんだこれなかなかいいねって、人生の棚卸し、ね、したことないからみんな、深く考えずにね、これ遊びですから、遊びなんですよ、遊びでやるのがコツっていうのはね、分かったんですね、真剣にやったらダメですよ、まあ、遊びなんこれは、もう分からんところはどんどん飛ばしていいですか、質問、はい、じゃあちょっと吉田社長前に出てきて発表してくださいもう考え、もうこの場で、この場でちょっとね、見本というか、いやもういい、もう考えずちょっと言ってください、ちょっと、絶対にこうはいはい、じゃあ必ず成功するとしたら何をしますか、ボブディランのスポンサーになるボブ・ディランって知ってる人、知らないって言ってた、おお、ね、これ何でしょう、お菓子でしょ世界で一番有名なロック歌手、ロック歌手ね、はい、他に、あ、1個にしました、いや他にも何か言ってください、あ、ほら、うん、能力に限界がないとしたらっていうのは、うん、今年中に、この基金訓練校を100校作ると、うん、
100本作ろうと。まあ、儲からんけどね。他なんかないですか。まあ何でもいい。これはだからホラーですから、ホラー。騒ぐし、騒ぐしやすこと一発やるとか。ああ、なるほど。騒ぐしやすこならいけるんじゃないですか。いけるかな。もうだいぶね、なんていうか手が届く。はい、あ、いや、一般人とね、いけるやん。まあ、他にどうですか。他には早稲田大学に自分が入るとか。はい、早稲田大学に入、自分が入る。あ、自分が入るね。自分が入りたい。あの、社会人入学今簡単ですもんね。あ、そうですか。うん、簡単簡単。あ、実はね、立命館の社会人大学院とか定員割れしてて。あ、そうですか。早く受ける人いないから、ね、受けたら全員合格なんで。社会人コースで。あとは、コメダを、3点、経営するつもりでいいのかな。コメダ、コメダ喫茶店をそれやりたいのと、あとは特別養護老人ホームというのを作りたいと思っているから、それを早く作りたい。とりあえず小さな定期です。あなたの人生で誇るべき5つは何かあります。まあ、それはあるよね。一つが3人の子供を育てて、まだ大学生ですけども、はい、ちょっと名の通った大学に入れたものですから、はい、それが嬉しいと。おお、なるほどね。いうのと、はい、ダメサラリーマンでしたが、なんとか社長になったと。今ね、実はね、ちゃんと黒字経営なんですよ。だからここうまくいってる、経営的には。皆さん騙されてますよ。しっかり黒字経営ですから、ほんと。税金もちゃんと納めてね。でも本当前ダメサラリーマンでしたよね。まあ、いくつ目、今、転職含めたら。20いくつだね、私の場合は。21いくつですね。いろいろ点々で、もういろいろもう変なこともやってましたよ、なんか。これ、成功手作のセールスもしたことありますよ。あ、変な教材のね、悪徳セールスもやってた。他は何やってましたよ。病院の事務長とか、事務長、はい、あと、金物問屋のデッチ奉公とか、新聞屋の新新聞の事務とか、事務とか、あとは携帯電話の怪しいセールスとか、なんかトムホフやってましたな。ああ、まあいろいろね。まあ、みんな失敗。あまだ、あね、今とりあえず実はね、こんなとこでも、こんなとこでもっていうのはあれですけど、教室として立派じゃないですか。ね、成功してるんですね。はい、はい、じゃあどうもありがとうございます。お、あ、じゃあ言います？ちょっとほら、どなたですか、市川さん。いや、僕は言うんですか。あ、じゃあほら言ってください、ほら。ほらですね。言いたくないけど言わなくていいですから。いや、本当です。いや、前に出てきて、ぜひ。今日は講演家の第デビューの。まあ、酒好きの私でございますので、はい、まあ、知ってる方は知ってると思いますけど、この地方に東龍という造り酒屋さん。はい、それを買収しようと。おお、なるほど。はい。いうことを。いいですね。考えます。はい。で、まあ、ずっと飛ばしてですね、はい、あなたの人生で誇るべき5つっていうのは 2,、うん、まあ、2つぐらいですけれども、はい、1つにはですね、親の借金を、まあ、きちんと清算できた。おお、そうですか。それから、まあ、子供が3人いますけども、はい、子供が3人うまく育って、くれて、まあ、子供はまあそれなりの企業で、就職をしてくれというところですね。まあ、これからどうなるかわかんない。で、私みたいになるかもしれない。あの、大きな企業で言うとね。で、まあ、あの、子供の場合は防衛省が相手の会社ですか。ですから安心して入れたんですけれども、最近はやっぱりちょっと不安な部分が出てきましたけれども。まあ、その会社に入れた時にはですね、私の息子だということを内緒で入れたんですが、やっぱり仕事の関係でちょっとお付き合いがありまして、ね、ある日突然バレまして呼び出しを食らったということがありました。以上です。はい、どうもありました。まあ、そんな感じでしてね、あ、なんか話しそうですね。話したそうですね。すいません。どうぞ。誰か女性陣で私にも話させるで、なんか、あ、ちょっとお願いします。あ、良さそうですね。はい、じゃあお願いします。はい、拍手、拍手。ぜひ。
自己紹介とホラーを吹いてください。川上恵子と申します。よろしくお願いいたします。はい、私の夢としては会社を経営したいと思っています。あの小さなお店でもいいんですけども、うん、店舗でも何でもいいと思います。はい、あの小さなあの飲食店でもいいと思いますけども、経営したいと思っております。はい、でやっぱあの私の人生で誇るべき5つは、子供があの成長して社会に出て頑張っているってことが一番の、はい、なるほどね。お母さんあの子供、下の子供が働きながらですけども、プチバイヤーを始めまして。え、プチバイヤー、プチバイヤー、あのバイヤー、あのプチバイヤーな、輸入して、あのインターネットで外国からあの輸入をして、あのインターネットでネットオークションで売ってる、売ってる、そういったことをやってましたので、ちょうどたまたまパソコン教室で頑張ってますので、いろいろとお話やあの勉強を。え、息子さんそれ自分で独立してやってる？いやいや違います、あの遊びでやってる。そうです、遊びって趣味で、自分でお小遣い稼ぎをしたいと。はいはい、お給料安いから、はいはい、副業で、ね、副業でやってるんですね。やっております。なるほどね。うん、はい、それが自慢で、うん、はい、どうぞ。です。いやいや、ね、いいです ね。例えば今の聞いたら、もう私なんかがもういくらでも教えることが山とありますよ ね。 あのね、夢とかホラーをね書いてね、人前で言ういいテーマですね。まあ、ホラーっていうか、ね、こう言うとですね、例えば今聞いて、ね、お店を独立してやっていきたい、こんな私も得意分野ですからね、山ほどどうやってお店をオープンして成功させてきたか、人のケーススタディを山ほどで知ってますから。例えばそう、ね、今日はまあ時間ないですけど、ね、何かあったらメールとか電話でいくらでもこうアドバイスできるし、例えば息子さんが、なんだインターネットで海外から何か仕入れて、それはネットオークションで売ってるとかですね、それで成功してる人は私山ほど知ってるしですね、だそういうね自分の夢とか言うのはね、なるべく実はね書いてね公言した方がいいんですよ。そうするとね、日本人やっぱ性格いい人多いですからね、あ、それならこんなあるよ、こんな情報載ってよみたいな協力が出たりするんですよ。はい、だからそれはほら分からないと周りもね、なんこう付き合い方が分からないですから。いやいや、それはねもうぜひやってほしいですね。あれですね、まあ、これ本にも書いてるけど、これに書いたかな、あのラーメンの一風堂って知ってるって人、一風堂、博多一風堂知ってるって人ね、行ったことあります？ないね。あ、まあ女性あんまりラーメン行かないでしょうけど。ある、お、名古屋店、多治見店、多治見店、あ、多治見にある、カニ、カニ、あ、カニにあるんですか、一風堂は。おお、どうでしたか、食って。まあまあ、普通、なるほどね。波、なるほどね。で、一風堂はですね、あそこあのターゲットがあの20代の女性なんで、うん、ちょっと客層じゃないんで。あれですよ、あれ男性、え、男性じゃないかな、味がかなかった。うん、あのね、あれはね、実は本当に博多の男から言わせると、あれ豚骨じゃない。でしょ、甘い、甘いっていうか、あのもっと臭くてね、ズワーンって豚骨ガンってくるはずなんですよ。であれはね、実はですね、まあ一風堂が、まあ、今年商100億大成功実はね一応してるんですけどね、なんで成功したか、豚骨ラーメンは今でも男のもう怖い汚い臭い、これがあの豚骨のねラーメンだ、その世界にあの一風堂の社長はですね、日本で初めて女向けのラーメン屋にしたんですよ。あの、だから入るとなんか綺麗でね、でジャズが流れてるでしょ、で接客サービスすごくいいでしょ、いらっしゃいませ、まあ普通、うん、普通、波かまあいいや、あのまあまあそんな感じで成功したんですよね。で、ですからね、一風堂社長川原さんっていうのはですね、川原茂美っていう名前なんですけど、男ですけど、バカ大学出てですね、就職もできなくて、親父のコネで大英に就職したんです。福岡のユニード大英っていうですね、まあ大英グループになったスーパーに就職して、でもグレッツでですね、商品を700万ぐらい横流し、友達に倉庫の商品を持ってけみたいなやりましてね、それが発覚して、それどころじゃない、その前には空き巣窃盗100回やってたんですよ。それが逮捕されて、見つかって逮捕されて新聞にも載ったんで、でまあそれはもう人生一貫の終わりですね、基本的に終わりでしょ、もう終わりですよ、そらまともな会社、そら就職できるはずからですね。まあ中堅中小でもちょっと普通なかなか難しいじゃないですか。でまあいろいろあって人生諦めましてね、牢屋から出てきた時にはもうお前はね
サラリーマン無理なんだから自営で行くしかないだろうって兄貴から言われて、で一人でバーを始めた、バーを、小さいバーバーを始めましてね。でもでその時ですね、まあそれはねもう人生やり直しですからね、そういった時ってやっぱいいんですよね、気合入るんですよね。実はその時言われた、俺もね実は生まれて初めて夢目標設定をしたって言ってました、人生やり直しだからと。で決めたのがですね、一番が一つがですね、休まないと、店あげたらもう休まないと、休みは作らないと。これ松下幸之助も言ってた、商売成功の秘訣は休まないことと。そらお客さんから見たらね、その行って休みだったらあがっかりっていう感じですよね。だからもう休まないと、とにかく客視点で見るといつでもやってます、年中無休です、これが素晴らしいって。へえ、でもまあねきついけど、じゃあもう3年は休まないっていうにしようと、とにかく3年最初が大事だと、3年休まないって。2番目はですね、29歳の時には年収500万を取るんだって当時ですね、これが東大法学部卒業のエリートサラリーマンは多分これだと、俺だって負けないという数字の目標設定。3番がですね、33歳までに2点目を出すって決めたらしいんですね。4番が35歳の時には転職に出会うんだって。でとりあえずそのバーを今やるけど、5坪の小さい物件があったらそこでやるんだけども、まあね、バイト時代に一番面白かったのは俺飲食店だったから、だからバーをやってみようかなと、まあ単純にねそういった発想なんですよね。まあこういった目標設定でね始めたんですよ。で結論から言うと大成功したんですよ。一人でね毎月500万円ぐらいかな、バーですから売り上げイコールも粗利ですよね。大成功させましたね、やったんですよね。でもね、どうやって成功したんですかって、でその後ラーメン屋でもっと大成功する、なんでそんな場合は成功したんですか、いや頑張ればできるさ、熱意と情熱をやれば、夢を持ってやれば成功するって、それじゃ分からんと、具体的な話をしてくれると、この具体的なね行動で何やってるんですかってずっと聞いてたら、ね、やっと言い始めてですね、いやそんなもん簡単だよと、ね、お客さん最初は友人知人じゃないかと、友人知人来てもらう、ね、ちょっとした知り合いで、そんなのその幹事がいるよね、幹事キーマン、キーマンとは必ず新しい人が名刺交換する、もしくは名刺なかったらこういろいろね雑談してる、ああなるほどこの人は何ていう会社にいるんだと、あこんな仕事やってるんだ、あ性格は、ああなんか出身はあの地元の中学高校出てるんだとかね、あ趣味はこういったことか、あ好きな女はなんか長さあね なんとかかみたいなね、なるほどちょっとスケベみたいなね、これ雑談の中で聞いたことを全部実はメモしましたね。キーマンは全部そうやって情報収集をして、家に帰ってその名刺の裏メモをずっとこう見ながらとにかく覚えると、それを覚えていった。そうやってね、やっぱりキーマン大事でしょ。でなんとねピーク時は400人の顔と名前と、まあその属性はそれ当たり前、誕生日まで覚えたって言うんですよ、400人までね。でどうなるかっていうことですよ。で何々さんが山田さんがこう来た、で来て、あこの人来週誕生日やなと、来週来るかどうかわからんと、うん、ちょっと早いけどおめでとうってこれは覚えるよ今日は、うわっなんでお前知ってんの俺の誕生日、お前のこと大事なお前のこと忘れるはずがないじゃないかみたいなね、はっもうそうなの、その後どうなりますお客さんは、嬉しいです、うわ嬉しいみたいな、俺の友人ちも何かあったらね飲みに行く、わあそりゃ川野の店に行こうみたいな、俺の店に行こうってなるじゃないですか、なりますよね。これ実は中洲のバーのできるママさんなんかにしてみても、実は当たり前に実はやってることなんですけどね、まあ 1% もやってないですよそんなことは。お客さん情報ちゃんと取って、顧客今だったらパソコンにちゃんと入れてデータやってですね、で定期的にお礼はがき出す、で誕生日を祝すみたいな、まあ姑息といえば姑息ですけども、やっぱそういうのをね普通にやっていったと。で次にやったのがですね、まあそのキーマンね、こうよくあるじゃないですか、まあ今度一度飯でも行きましょうかと言いながら、大体行かないとみんな、俺は行くんだとね、売り上げ上げるためにはなんかお客さん仲良くしないといけないということで、昼間はですね、普段は夜の仕事だけども昼間はですね、昼間11時1人目ですよ、おお山下さんちょっと早いけど早めのランチ一緒行きませんか、行くんです、で飯食ってでこうやると、で次12時2人目なんとかさんもう先に予約取ってるんですよ、あちょっと昼飯今度はほら一度飯行きましょうって言ってたから行きませんかね、行くで3人目1時飯行きましょうって言う、で夕方は若い連中に電話して、
おい、かやな、まあ、ちょっとお茶でも飲み行こうぜみたいな、ね、若いやつらのキーマンですね、電話してちょっとお茶でも行こうぜ。で、夕方も2人、3人と個別に喫茶店でお茶して、で、仲良くなりますよね、そうやったら仲良くなる。で、夜の、ね、7時、8時からのバーの、生活に入っていって、で、その繰り返しずっとこうやっていったんです。いや、大事なキーマンと人間関係しっかり作っていって、お礼はがきだ、誕生日おめでとうとか、そういったことをまあやっていった、だからね、もうすごいいいこと言ってましたね。いやね、ある程度いくとね、この茅野、ね、今日はこうやってね、喜んでくれた接客サービス、これで喜んでくれたけども、次はどうやって喜ばせようかなと、これをね、やっぱ考えるのが、いや楽しかったねとかね、ああその一言すごいなと思いましたよ、ね、このね、次はどうやって喜ばせようかっていうのを考えてたっていうですね、あすごいなみたいなね。だからね、やっぱね、裏ではね、やっぱこれはこれ実はですね、今言ったようなことっていうのはちゃんと経営戦略の儲かるやり方で、うん、ある昔からあるやり方なんですよ。それを一風堂の社長はまあ自然にね、やっぱ追い込まれてやってたんですね。からまあ、これはちょっとね、経営の話になってきますけどね、まあ、個人も人生も経営ですから、経営のまあ8大成功、うん、戦略というのがありましてね、こう商品、うん、地域、どこでやるか、3番が客層戦略、4番が営業、5番が顧客、まあ、維持って言ってね、6番が組織、7番が財務、8番がまあ時間戦略と、こういうのがあるんですけどね、これ商売で成功する8大法則というのがありまして、まあ簡単なんですよ、大したことじゃないです。交通整理すると結局こういうのなんですね。商売、まあ人生もそうですけどね、経営で成功するには、人生で成功するには何を、じゃあ何をやるんですかと、何をどこで誰に対してどうやって新規ですね、お客さんを獲得して、どうやって、これはね、リピーター作りなんですね、リピーターファン、固定客作りをどうやるか、リピーター作り、じゃあ以上をやるのに自分一人でやるのか、嫁さんと友達とやるのか、組織ですね、まあ人、じゃあ、ね、経営ですから、まあ資本主義社会はね、個人でもそうです、ね、大事なお金の使い方、貯め方、節約の仕方、であとは働き方、どうやったら、どういう働き方をすれば成功するか、でどんな商品だと成功しやすいか、自分がですよ、世の中がじゃなくて、あくまでも自分にとって成功する商品、サービス、仕事なんだろうという考え方ですよ。でどこでやったら成功しやすいか、これあるね、やっぱ地域によってあるんですね。自分にとってですよ、自分にとって成功しやすい地域、そのエリア調査とかあるんです。で自分に合う客層ってあるの、これが、ね、同じね、例えば今みたいな、私本を書いたり講演してますけどね、実はですね、まああえて言いましょうか、私ね、女ダメなんですよ、女向けダメなんですよ、ええ、私は普段は、それもサラリーマンまで実はね、ダメなんです。ダメって言うたら、普段は、実は普段は中小零細自営業の社長さん相手の、私はで男なんですよ、が私の実は得意客層でしてね、今日はね、だからね、本当私にとって異色な参加者でしてね、女性がこう半分ぐらいいるけど、まあでもなんかね、女性の外見は女性だけど、中身がなんかね、なんかおっさんみたいな人がまあいや、まあそれは嘘ですけどまあおばさんは私得意なんですね、まあでもまあすごいね、まあいいやまあまあ、それ得意な客層ってあるんですよ、やっぱあります。逆に言うとですね、これなかなか難しいんですけどね、苦手な人とは付き合わない、苦手な人は客にしないっていうんです。これが実はね、長く商売やるコツですね、そういうのがあるんです、実は。ですからお客さん神様ですけどですね、全てお客さんにしたらね、破綻しますね、やっぱね、合わないお客はもうあえてもう切るっていうかね、付き合わないっていうのは実はコツなんですよ。あのね、これ例えば友人知人、まあ、配偶者もそうですよ、会わない人とは続かないでしょ、友人知人ね、やっぱ続きません、これ、ね、商売も全くないなんですね、実はね、はい、だけど大企業とか大チェーン店はもう全てね、はい、いらっしゃいませやるしかないでしょ、大会社チェーン店は
まあ、大会社はそういう宿命なんですよ。逆にね、中小零細自営業はお客が少なくても生きていけるでしょ、うん、そういった場合はね、選んだ方がいいんですよ、客は。これ常識の逆ですよね、うん、合わない人とは付き合わないっていうのが、実は中小零細自営業が小さく生き残るコツなんですよ。合わないお客もこう入れたりすると、その店の雰囲気がこう崩れるじゃないですか。あのね、先週居酒屋で養老の滝って知ってるって言ってた。養老の滝、まあ実はね、チェーン店の居酒屋としては元祖なんです。あそこが一番最初、もう今となってはね、その後発でこう渡美だなんかの漁民魚民わらわらなんかこうね、うん、なんかかっこいいっていう、かっこいいって言われて、もう若者向けのちょっとおしゃれな居酒屋がガンガン出てきて、まあ養老の滝はね、どんどん押されていってるんです。だけどこの前はどこだったか、埼玉かで、まあね、中高年の社長連中と3人になってどっか行きましょうかってね、だからたまたま養老の滝やったら、あ、どうなんか懐かしいね、行こうかって入って行ったんですよ。だからね、それなりにやっぱ繁盛してるんですよ。でね、入るでしょ、養老の滝入っていった。普通だったら、いらっしゃいませとかあるじゃないですか、店こう入ってもこうなんか、あ、そうみたいな、こうなんか、やっぱね、衰退してる居酒屋ダメやねと、声も出てないしと、なんかねみたいな、なんか緩い感じでね、うん、ところがね、出る頃にはね、3人ともね、あ、なんかこういうね、うるさくないし、若いやつ来てないしね、なんかいいねっていう風になったんですよ。また高揚感になったんです。要は中高年のおっさんにとっては、ワタミとかアイタミがもう若い連中がガガガうるさい、もうオイルもいて、あーもうなーとかね、まあね、ちゃんと実は炭焼きができてて、だから生き残ってるでしょ、養老の滝って。あれはね、もうなんか冴えない中高年のおっさんのための居酒屋なんですよいやいや本当ですよ、あれ、だからあれね、だから接客もあえて元気ないっていうか、いらっしゃいませとかね、しないわざ、あれは、あ、なるほどと思ったね、まあ、その客層戦略、ちゃんと自分の客は誰かって知ってるんですよ。要はワタミとかああいったわらわらとかあんなところ同じなんですよ。若くて、ね、元気でうわーってやってもほら勝てないじゃないですか。勝てません、もう夜の滝はもうこうだから、同じことだったら勝てない。でも逆に元気なくてなんかこう、ね、そうなんかその方が落ち着くってあるやろ、逆流って。もう、まあ、私は両方対応できるけどね、その一緒に行ったもう50、60代後半かの社長連中が気に入ってたよ、夜の時、おいいねって、変なうるさい OL とか若いやついないから逆にこれいいよ、本当ね、そういった中高年のなんか変なおじさんばっかりでしたよ。あれは正解なんです、いや、それが正解なんですよ、うん、大会社は全部ね、いらっしゃいませ、全部しないといけない、これが大会社の辛さですからね。中小零細は小さくていいんだから選ぶ、まあそういうのがありまして、だから商品も地域も客層もですね、どうやでですね、人生もそうですけどね、経営も実はその同業他社とのもう競争合戦なんですね。競争、これ競争をね、避けて生きることはできませんから、ちゃんとそれ、ね、意識した上で、ね、資本主義社会ですから、生き残ってお金稼がないといけないんですよね、いけない。だから戦争なの、実は戦争なんですよね、それね、勝たないといけない。で、じゃあ私が生きていけるその商品サービス仕事は何だろう、生き残っていくのは何だろうという考え方で、自分に合う仕事っていうのを考えていくんですよ。だから例えば、あ、なんかカップラーメンっていうのがすごいらしいと、何億食も売れてると、儲かってるなと、よし、じゃあ俺もやろうと、ね、脱サラしてカップラーメン作り始めます。はい、どうなります？できない、ね、勝てるはずないですよね。日清食品マルちゃんにもう勝てませんよ、勝てるはずがない。まあ、こんなのは実は多分、どうかな、普通の人でもすぐ分かると思うんですよ。あ、そんなことやっちゃダメやわねと、儲かってるものすごい市場だけど、そんな勝てるはずがない。まあ、じゃあこれから車作ろうとね、そりゃ勝てるはずないですよ、ダメだ。ところがですよ、車でもですね、私の知り合いでこの本に書いてるけど、モデストの田中っていうやつがですね、相模原で、神奈川県相模原でしっかり実は車メーカーとして年商は1億もないでしょ、ちゃんと利益上げてちゃんとうまくいってるんですよ、車メーカー。何やってると思うんですって言っても分かんないですよね。実はですね、その人は最初脱サラで小さい中古車を始めました。それから、ね、中古車何でもやってます。あ、これじゃ大手に勝てない、
それで軽自動車専門の中古車屋さんにしました。そうするとね、専門店になるからちょっと勝てるでしょ、勝てる特徴が出ますよね。でそれでもなんかダメだなと、なんかないだろうって。でその理想はで一人一人のお客さんの要望に応えて、なんていうかな、オーダーメイドでね車をこうね提供するとかね。でトヨタもできないでしょ、ね、オーダーメイドで車作ります。まあこれもうちょっと無理よね。でいろいろ彼が考えて今実はやってるのがですね、スバルサンバーっていう系がありましたね。スバルサンバー、これを元にして外見はですね、実はあのフォルクスワーゲン、ワーゲンバスっていうですね、ワーゲンのそのバスみたいな、小型バス、実はたまに走ってますよ。ワーゲンのバスタイプっていうのがあるんですよ。要はその純正部品を仕入れてきて、スバルサンバーの外にこう貼りましてね、改造なん実は。中身はスバルサンバーの系のバンカなんか。だけどパッと見はあのワーゲンバスっていうね、まあ2から見たらおかっこいいみたいな、かわいいみたいな。そういう実はね改造車、いや改造なんですよ。改造中古車屋さんに実は生まれ変わりましたね、でそういうこう、まあだから中身はスバルサンバーが、で外は、ワーゲンバスの純正部品を仕入れてきて、それを改造でこうくっつけて、パッと見はだからそのフォルクスワーゲンのバスタイプ、うおーみたいなね、かわいいかっこいいみたいな。それをまあ200万300万ぐらいですかね、まあ売ってるんですけどね、でそれはね部品とか色とかバリエーションとかは、3万種類ぐらいからお客が選べるんですよ。あタイヤはこの色、あ画面はバックはこう赤、あこっちは青がいいとかね、全部こうシミュレーションで選べましたね。行ってみたら世界で私だけのワーゲンバスが本当は1000万するのが300万で買えるみたいな。ただ中身はねその K のスバルですよみたいなねいういやそれでも OK みたいな人がまあ実はいましたね。そういうね個人のオーダーに応じて車をこう作る、これトヨタは無理ですよね。大会社は絶対できません。大会社っていうのは大量生産大量販売ですからね。逆に中小零細活動は極力、理想は今みたいにお客の要望に応じて商品を手作りオーダーメイドで作ります、もしくはサービス接客をします。そういったやつ、まあ、手作りめんどくさい系が常に中小零細自営業にはチャンスがあるってことですね。だから単に仕入れて売るだけだと、ね、技がないですからね、粗利も取れない。そういう手作りめんどくさい系で敵が少ないで、かつ自分が好きで、ね、なんかでそれはやっぱ潜らないといけないですからね、なんかそれっていうのは何だろうみたいなね。だからまあ好きで、でかつやっぱ儲かって商売ですからね。でかつお客さんからこうありがとうって言うわけですよね。まあここですよね、これは何だろうということですよ、好きで儲かってありがとうと言われる、まあこれはねあれとしても、まあ好きで、まあそれまあ、ね、やっぱり、ね、儲からないとダメですからね、商売はね、商売儲からないといけない。儲かるっていうことは競争に勝つっていうことですから、競争に負けてたら儲からないですよね、だからここに、だからこれは自分ですけどね、自分だけでやっぱライバルとの戦いがこうあるんで、自分はこうしたいけどライバルが必ずいますんでね。でお客から見たら、お客から見たら選ぶのは勝手ですからね、勝手ですから、やっぱお客から見て、いやあんたはあんたの方がいいよねと、まあそうなんだろうということですよ。そこで、これはね、これはまあ別な言葉で言ったら自分探しっていうことですよね。自分探しっていうやつですよ。これね、そうは簡単に見つからないですね、で、まあ、本書くときにですね、じゃあ先輩経営者ずっと分析していったんですね。この人はいつこう転職これだっていうのが見つかったんだろう、ずっとやっていくとですね、なんとね44歳平均は、もちろん人によっては50歳、マクドナルドのレイ・クロック、マクドナルド兄弟がやってたハンバーガー屋を買収してマクドナルドっていうのはでかくなっていったんですよね。あれはね60歳前にマクドナルド始めてるんですよ。ケンタッキーフライドチキンなんてあれ70代ですからね、始めたのが、とか、まあ孫正義とかね、今ソフトバンクですけど、あれも20代からすごかったです。ワタミの渡辺美希、あれも20代からすごかったです。もう最初から居酒屋だって見つけたんですよ。どっかアメリカヨーロッパ旅行かなんかやってる時にアメリカ風の居酒屋があって、これだって、ね、そんな人はめったにいません。普通見つからない、20代30代だよね、普通分かんないです。自分に本当に向いた仕事は何だ分からないですね。でやってみないと分かんないでしょ、また
あの天才をやる前からね、なんかピンとくるらしいんですよね。普通の素人はもうやらないとわからないから。でやってそれも何年かね、1年とか、ね、半年か1ヶ月ぐらいそれはやらないとわかんないですよね、合ってるかどうかね。だから時間かかるんですよ。でいろいろやってたらだいたいね、40代以降なんですよ、これだって見つからんのか。ね、当たり前でよう考えたら20代30代30代なんてなあんま知らない無知の状態でですし、で経験も少ないですよ。そうね、そうは簡単にこれだってのは分かんないです。私もね、私もそうでしたよ、分からないですね。だから点々とするのはね普通です。でラーメンの一風堂も44歳の時でした。これらラーメンだというのはね、安井の社長もそうなんですよ。44までもう最低の人間で、ダイハウスの営業マンやって辞めて脱サラ1年で3回失敗。自動車バックギア入れたらバックしますバックしますっていうスピーカーアイデア商品が30年前からありましてね、それを仕入れて売ろうとしたけど、まず自分の車につけてバックギア入れたらバックしますバックしますバックうるさいもうみたいなこんなもん売れん、もう自分がうるさくて、あ、こう失敗したって。これフランチャイズに加盟したんですよ。フランチャイズに加盟して仕入れてまずつけてみたけど、うるさいうるさいみたいな、こんなもん売れんな。あとね、靴を磨くね、靴クリームスポンジの、うん、あれをこうフランチャイズにやっぱ加盟して、これホテルとか旅館持ってったら売れるんだよってね言われてね、すぐ加盟して100万払って加盟して、で当時山口だから早くしないと山口県の権利取られますよって、ああ、いや、もうじゃあすぐ払いますってね。で山口県の権利、ああ俺のもんだってね、権利買って、でそれから山口のホテル旅館回って、どうですかこれピカピカになってね、宿泊者みんなもう喜びますよって言ったけど、ね、誰も買わないって言って、誰も買わないです、おかしいと、売れてるって言っちゃうんだって言ったら、それは本部の人間が売れてる売れてるって言ってるだけでね。で加盟店騙して、あんたも早くしなさいみたいな、これはフランチャイズのよくある詐欺的商法なんですけどね。まあそれ引っ掛けて失敗。あとはね、贈答品の販売、これも失敗で、結婚式の司会業をホテルでやってる人見て、すごい司会者がいたと、おーすごいなーって、もう純粋に憧れたと、この人の顔持ちしたい。で結婚式の司会業、葬式の司会業をやり始めて、おもう時間がないね、あの、でそれで司会業の弟子入りしました。ですけど週末しか仕事がないと、土日しか、平日なんかないのか。ただ家にクロレラっていうですね、健康食品のチラシが入っていて、そこになんか歩合セールス募集ってあったんで、あ、ちょうどいいや、暇な時にこれ歩合セールスやろうと。でそのクロレラの訪問販売を始めた。クロレラのチラシをね巻きましてね、当時ヤマトも佐川もなかったから、チラシをこう巻いて、あ、これなんかね説明聞きたい、サンプルちょうだいって、で電話かかってきて、で営業マン調節サンプル持ってって自宅まで行って、あ、どうですかすごいでしょどうなんかな、まあ出任せですよね、はっきり言って、ガム治る糖尿も治るみたいなね。でもう原価もう1万円のやつ50万100万200万で売りつけるみたいなね、もうやっぱね今なら10年分もう買った方がいいですよとか言ってですね、ガーッともう押し売りですね、まあ詐欺的商法なんですけど、そういうのに実は八津屋の創業者は関わり始めましてですね、まあ結論から言うと、俺は実は誠実なんだと、押し売りできない、気になかったらいつでも返品してくれと、実は私は個人でね代理店としてそう言い始めて、それが良かったって言ってましたね。本部の指導はとにかく癌に効く、もう5年分買わないと損ですよみたいなね、まあ、もっともうこれはいかんと思ったらね、八津もっと売る方法を教えようかと、でどうですか試食しますかって、どうですかみたいな、あ、いや、したいですね、で封を開けてカパッと開けて、はい、どうですかって、あ、やっぱりやめときます、おお、封開けちゃったよこれ、開けちゃったよこれ、まあ、お、困ったなみたいな、どうしようかなみたいな、あ、いい、じゃあ買います買います、これをやれって本部から言われた、詐欺じゃんかこれはみたいなね、あ、俺はそんなしたくない、俺はしない、そんな詐欺はしたくないということで、ちゃんとねサンプル見てもらって、よくなった、あ、もういいです買わなくていいですよと、ね、その1年分買う必要もないですからと、まず試して1ヶ月分そこからにしませんかと、で勝手に気に入らなかったらいつでも返品受け付けますよと、僕は最初からそうやったってね、お、今考えてもすごいでしょ、誠実なやり方ですよね。まあそれで実は安井は最初クロレラの、訪問販売だとチラシを巻いていくので、実はこう当たりましたね、うまくいきまして、ところがその後ですね、まあ、キャバレーに通うようになって、よくありがちなね、成功して女に狂ってっていうパターンでこうダメになりましたね。でその後また何やってもダメで、どうしようもなくて、社員20人いたけど全部リストラで、嫁さんと2人、パート3人か状態、
が44歳の時、その時に、まあ、経営者の勉強会ありましてね、合宿セミナーがあって、まあ、さっきみたいな、お前の夢何か、何をやればいいんだみたいなですね、まあ、やり取りがある合宿1週間研修がありましてね、その時に、まあ、実はその時はまあ結婚式の司会業にまた戻ってたんですけどね、まあ、その合宿研修の時にやっぱりあの仕事は健康食品だったみたいなね、昔のあれをこう思い出して、もう一度実は健康食品で44の時にやり始めるんですよ、嫁さんと2人でですね。でその時出会ったのが実はまずいもう一杯の救済の社長がその合宿研修にいたんです、うん、で自分は詐欺的な黒字で失敗してた、ただ救済もう一杯、あれはまあ正当なね健康食品なんで、まあその救済の社長とね合宿中にこう言い合いになりましたね、まあ、なんでそのやつをお前昔黒レーやってたのに、もう一度でお前の人生の中では黒レーの販売と結婚式の司会業、これしかお 前も20ぐらい仕事してきてるけど、この2つしかお前ないじゃないかと、で司会業が倒れたらおしまいだと、なんでお前結婚健康職員しないんだって言ったら、あいや救済社長が言ったら、いやーもう健康食品は怪しいのが多いし詐欺的ですし、成功してもうまくなんか褒められないと思いますよね、言ったんですよ救済の社長に向かって。実は救済の社長って知らなかったんですよ、初対面だったから当時救済の社名はですね、長谷川製菓という社名だったんです。メインはせんべい と、冷凍卵焼きがメインだったんですよ、まあ、救済のもずいもう一杯はやってたけどもまだ表に出してなかった時代なんですよ、うん、でその社長向かって健康食品うさんくさいって言ったんですよ。ほんで救済社長実は切れましてね、何が貴様、俺は今ねこの青汁っていうねどこでも恥ずかしくないものも今本気で死ぬ気でやろうとやってんだと、うさんくさいのはやず、お前の考えがうさんくさいからだと、だからうさんくさい商品に手出してうさんくさい売り方をしとるんだお前らみたいなね、どこにも恥ずかしくない商品よ、ね、正々堂々とお前なんで売らんのかみたいなね、お前は結局そういう健康食品のお前営業しかできん男やないかみたいな感じでガーッて言い合いになりまして、実はね殴り合いになったらしいんですよ合宿中に。ところがその殴り合ってる最中にですね、なんか本気で殴れて、実は研修があったんですね、本気で殴り合う研修って、でまあその後中止になったらしいんですよ。その当たり前ですからね。さ研修として実はやってたんですよ。なんかあれやないですか。昔戦時中多分ありましたよねそんなのね。歯を食いしばれみたいなガーッバラシンみたいな、まあ。そういう研修が本当にあったらしいんですよね。それをやってて、まあそれ、まあ実はそれやってる最中に実はですね、まあいろいろあって矢勢の創業者がもう一度昔を思い出して、そうだ俺の過去の人生で一番うまくいったのは健康食品の販売だったし。あの時は儲かればいいっていう感じだったけど、本当にお勧めできる商品を探し出してそれを本気で売ればいったみたいなね、研修中にバーッと気づいたって言ってましたね、でまあそれが44の時、まあそれから実はですね夢を書いて、会社ですからね経営計画書、さっきの夢のもっと具体的な、じゃあ商品はこれにしよう、結婚式の仕事じゃもうやめて、明日葉っていうですね、明日の葉っぱっていう商品がある、昔からある、明日はだ、まずはこの商品だ、気に入った、で地域は福岡市内だ、客層は、中高年以上の未病の人だと、病気じゃないでも未病、ちょっとやばい人、病気病院の手前で、営業方法は得意なチラシを巻いて、で反応があったら持っていくって言うんですね、お客のフォロー、リピート客作りは、注文があった問い合わせがあったらすぐお礼はがきを出そう、あとはいつでも返品 OK ですよって、ね、そういった、ね、フォロー体制ちゃんとやろうと、で組織は、まあ、私と嫁さんとパートで行こう、で財務体制もとにかく節約、お金使わない、もう契約じゃあ、ね、当時月給10万しか取れてなかったんですね、もう脱サラもしてましたけど、無駄なお金使わないだからもうずっと中古車で行くんだとかね、例えばで時間戦略、これはねどうやって、まあ、働くか、まあ、これはもう朝から晩までとにかく朝7時から11時まで休みなしで働くんだみたいなね、それは勝つにはもうこれしかないですね、当たり前ですけど、休んでてのんびりしてるとそれは勝てるはずないですよ、同じ仕事やってたら、というのをですね1枚の経営計画を作りましてね、商品はこれ、地域はこれ、客層はこうやります、こうやっていきますってやって、さっきみたいにですねみんなの前で15人の社長の前でこうやります、安信はこうやっていきますみたいなね宣言したんですよ、でかつですね、まあまあそうそう宣言しましたね、
そしたらですね、なんとこれはちょっと奇跡ですよ、なかなかないんですけど、その当時の売り上げで6000万、これ1年後にですね、2億円になったんですよ。かぁ、ね、まあそれから、まあいろいろあって今400億になったんですよね。一番最初のきっかけはこの夢をちゃんと書いたことだった。矢津さんも44の時です、それが。書いて、まあね、商売のやり方、あとはまあ成功する、なんていうか、うん、経営の、まあ、商売のやり方っていうのはあるんですけどね。例えば、まあ、長時間労働、休まない、ケチ、節約、倹約、贅沢をしないと、ある。ですから私も今日はですね、3200円の名古屋ローレンスホテルというのに泊まりました。なんでそんな安いのか、普通そう同じホテルでも6000円、7000円するんです。なんで安いのか、それは部屋の中にトイレ、バスがないって、うん、共同車はというだけのことなんですね、うん。で昨日の晩飯はですね、贅沢、去年、昨日はしましたね、松屋の牛丼に行きましてですね、410円の半熟卵セットをね頼んでしまいましてね、あ失敗したと。なんで280円の牛丼セットだけにしなかったのか、まあ昨日久しぶりに贅沢したんですけどね。で私の中ではそういう贅沢なんですよ。そういう私もね、実は行ってる手前は本当超倹約生活でしてね、金使わない、もうどんどん金貯まりますよ。ですからあ本当、それ明日実は大阪行くんですけどね。大阪行くのどうやって行きます？電車でしょ。電車、新幹線バス。え、高速バス。ああですよね。だから新幹線もダメですよね、使ったらダメです。たった1時間ぐらいの差ですから。明日私は近鉄で行きます。そうすると3000円も節約です。普通やっぱりね、こういった仕事とか、まあさら普通新幹線見るよね、多分ね。ですけどあんなもしない。でそんな生活してるから、同業他社に比べてね、私ね毎日1万円は貯まっていってますね。それを貯めて定期的にアジア行くんです。それは HIS ですから、もう安い。そら日光ホテルタイとか泊まりませんよ、バカかみたいな。あんなとこ行ったらさ、もうドヤ街に行ってスラム街に行ってね、1泊500円とか泊まらないと意味がないじゃないですか。で現地のことが分かんないってな。これは、ね、基本です。長時間、あともっと言いましょう、早起きです。成功者はね、早起きってのは分かったんですよ。朝ダラダラしてたら成功しません。さあ当たり前だよね、当たり前です。成功してる人の人生、時間の使い方ずっと見ていったんです。例外なく朝が早いです。朝が早いです。それ当たり前ね、商品も同じ、値段もないです。で A 社は朝9時から5時までです。で B 社は朝7時から夜10時までやってます。じゃあ客から見たらどっちが都合がいいかですね、便利か。そら朝早くから夜までやってて、で同じ値段とサービスだったらそらもうそっちの方がいいですよね、客から見たらいいし。それは長く働いてる人の方が、いや質も上がるじゃないですか、質も腕も上がっていきますよね、当たり前ですけどね。だから当たり前のことに気づいたやつ、ああそっか、まずは成功するんだったら早起きで長時間労働することだと。で質を上げていく。でこれも当たり前、ケチ、倹約、贅沢しないと、調子にならない。であとはまあ商品はまあだから大手入りとかしない、手作り面倒くさい系、なんていうの、そういったやつですよ。で地域、実はねこれね、田舎がいいんですよ。実は田舎は強い敵はあんまりいないです、いません。だからねここはね、実はねまあ多分私の方で売ってるね DVD なんかもちょっとは参考になりました。吠えるのやつなりましたよね。まあ実はねここね、ネタ元がある、ここがうまくいってる、同業他社で、まあ、姫路の方にですねパソコンスクールありましてね、そこは大成功してます。だから社長と知り合いで、私の勉強会、今日九州勉強会に来てもらって、なぜ成功してるの話聞いて、だからさ姫路まで見に行ったんです。ああなるほど、これすごいなと。まあいろいろあるんですけどね、いろいろあるのは、その一つはですね、ど田舎なんですよ、そのパソコン教室。姫路の安富町、人口7500人、近くのランドセルの辰野町とか辰野市とかいろいろあって、まあ山裾なんですよ。誰も、いわゆる敵がゼロゼロゼロなんですよ。これは姫路の市内だと敵だらけですよ。上場してるアビーバーとかなんかいろいろたくさんありますからね。で田舎に行くと敵がいない、人口も少ないけど敵がいないっていうのはもっといいですね、もっといいんですよ。でお客さん、若い人全部ついてます。まあいい、来なくていいと。ジジババなんですよ、そう。ジジババ専門パソコン作るなってましたね。いやこれがいいんです。大体東京大手入りときはみんな若い連中対象ですからね、敵がいない。で田舎のジジババでしょ。で営業方法はチラシを持ってね、こう営業活動をこうやってるんですけど、そのチラシのキャッチコピーがこれ最高ですね。私たちは同じことを100回聞かれても
いつも笑顔で答えますね、ジーパンは大将ああよかったみたいな、もうジーパン同じの何回も聞けないですか多分こちらもそうだと思うんですけどで普通はね、若いインストラクターだとねもう切れピキッと切れてまたそれねみたいな、もう切るのなんかここにもそんなインストラクターいません？いない？たまにいる？優しいね、他の業種とか行ったらそんな店員いますよね、よくね、あ、聞くなんバカがみたいなね、私昔の私みたいな性格悪いやつたくさんいますからね、でもそこはもう OK ですよみたいな、だからそういう実はちゃんと考えた上でやるとねうまくいくんですよ。でこのお客のフォローの仕方なんかもね、ちゃんとまあお礼はがきね、その後いかがですかって、まあいろいろね、これありがちですけども、それちゃんとやってるからまああのうまくいってるんですけどね。でなおかつですよ、そのパソコンスクールって実はいいんですよ。もう吉澤さん実はもう心の腐ったもうやり手、元バリバリ営業マンですからね、あの本当はこういうね、まあ言ってみたらこんなこうね、なんかのんびりしたようなこんなパソコン教室とかやるタイプじゃないんですよ。だけどこういうねパソコン教室系っていうのはですね、なんていうかその大手エリートの東大が出たような人間しないでしょ、大会社もしませんよね、パソコン教室ね、この買ったらいいんですよ、やっぱこう面倒くさい、もういちいち教えないといけない人、そうなくてやっぱ大手はもう本出して DVD 出して大量生産、単年販売で通信販売1000回みたいな、そっちの方が楽ですからね、楽だ。こういったらいちいち教えるようなのっていうのは実は大手は本気でしません、しませんね、だからいいんです、そういった敵が少ない商品、そういうのをやっていくとですね、うまくいきましたね。だからそうはね簡単にはね成功はまあしないんですけど、成功するためのね法則っていうのはねもうしっかりありますんでね。あ、ちょっとなんかご質問、あともうちょうど終わりですけどね、なんかありませんか。まあ特にないですかね、はい。でまあ皆さんこのどうしていきたいのかよくわからないですけど、できたらね、本はねいろいろ読んだ方がいいですよ。まあ別に私の本買いとか言ってるわけじゃなくて、私もこう、まあ、仕事から今読む本もセミナー勉強会も私自身も出まくって勉強、まあ、しまくるんですけどね、人生でもね商売でもね実はね成功するやり方ってのはもう表にたくさん出てます。本とか教材とかセミナー勉強会の形実はもう出てるんですよ。それを知ってやるのととりあえずなんか手探りでやるのとでねやっぱ違いが大きいですね、まあやるっていうのも大事なんですよね。まあ大事なんですけどね、実は答えはもう大体出ています。仕事系で成功する仕事のやり方、毒づきをして成功するやり方、業種別、実はこれ本屋とかアマゾンで検索するとねちゃんともうあるんですよ、ありますわ、だからそれ最低限もう先輩たちがちゃんともうオープンにしてくれてますから、そういう本とか教材ちょっと一応勉強してみる。であとはねそれだけだとやっぱあれなんで、こういったアナログのですねセミナー勉強会いろいろありますから、探したら、そういったとこ行って生で成功してる人に会ってみるのがやっぱものすごくこうモチベーション上がりますね、あとですね、これもあれですね、パクリが大事っていう、自分がやりたい仕事業種なんかこうそれ見つかったらですね、その周り探せばですねすでに成功してる人いますから、そういった人にね素直にねどうやったらうまくいくか教えてくださいって言うべきなんです。でこれがね私の師匠も全部、私も実は今もやってるけども、同じ仕事で同じエリア競合モロになりますよね、の場合はなかなか教えてくれない。ところが同じ仕事でもちょっとエリアが違うと場合はね、行くとねすいませんってお菓子を持ってて、すいませんこんな感じで脱サラしようと思ってまして、なぜ成功したか先輩教えてくださいって言うとですね、お同じ仕事か、でも違う場所やなと実は教えてくれます、教えてくれますね、でここが同じでも客層が違うとかですね、飲食店なんか多いですよ、同じあれで飲食で同じ地域だけど客層がこっちは学生こっちはあれだから違うやだと多分教えてくれるんですよ。もっと言うと、まあ、一番上のが同じエリアだけど商売が違う、人は異業種だから教えてくれます、というような、まあ、セミナー交流会、経営で言ったら中小企業がどういう会とかですね、あとはまあ怪しいですけど朝の倫理法人会とかですね、そういったところに行くと経営者とか、そんな人はいますんでね、
そういったところをまあ触れ合ってですね、生の話をいろいろ聞いたらいいんじゃないかなと思います。はい、まあそういうことでもうちょっと終わりますけど、なんか一つだけでもですね、ヒントになるところがあったら、嬉しいです。どうも最後まで聞いていただいて、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。宣伝ですが、カヤさん、1,2,3,4 冊と本を書いていらっしゃって、もう一冊が奥様と子供さんと一緒に書いてみるかな、あるので、この八津屋の秘密というのが一番新しいので、と弱者の戦略というのが私は一番好きです。面白いです。そうですね、これが一般向けでは多分一番これが分かりやすいでしょうね。読みやすいと思いますので、この絵でも大変面白いです。もし懐が良ければ買ってください。やずやのどんでん人生めちゃくちゃ話がそのまま書いてますけどね。はい、はい、ということで、はい、じゃあどうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。どうも、じゃあ、はい。